サタデースペシャル、愉快痛快あとおかい、富士山いただき3時間スペシャル。この番組は中越パルプ工業、日本軽金属の提供でお送りします。はい、皆さんこんにちは、東海です。こんにちは、重永智子です。富士山がですね、はい、登録されました世界遺産に、はい、その最初から順番に毎年毎年なんか富士山のことをねやらせてもらってて、ね、またまたね山開きが来たりとかして、富士山がまた新しい夏を迎えてね、ありますからね、はい、富士山が世界遺産になってから2年が経ちました。経ったんだよな、早いよな。早いですね。6月26日、2013年のね、そうでしたね。そういうことですよ、本当にね、そういうことで、また大阪の父ちゃん母ちゃんは見てんの？そうですね、今日もね、ちゃんと連絡しましたから、はい、月の一度のお楽しみ、はい、愉快痛快あとおかいの時間がやってまいりました。はい、この番組ではですね、小判静岡さんの協力で、ユーストリーム中継をやっております。カメラが 1,2,3 3台、3台も設置されています、はい、インターネットで小判静岡と検索してください。ユースト配信ぜひチェックしてみてください、はい、ラジオの新しい楽しみ方です。本当だよな、まだあんだろう、まだありますよ。ラジオがなくても聞けちゃうって。そうなんです、うん、インターネットのラジコのサイトやスマホアプリのラジコで放送を聞くこともできます、うん、ラジオの電波が入りにくい方、ラジオを持っていないよという方もぜひ試してください。ラジコの音質はとってもクリアです。そうらしいな、私もよくねラジコ使ってるんですけど。本当にだってラジオ、携帯のラジオ持っていかないとかそんなことなくたって。そうなんですよ、もちろん携帯ラジオも持ってるんですけど、スマホアプリでラジコと検索すればすぐに聞けますし、あとね便利だなと思ったのが、例えば大阪帰るでしょ、したら大阪の放送局で地域は地域で入ったりするんで、なるほどなるほど。そうだから今ちょうど静岡に車の運転などね入って、スマホでラジコって検索すれば静岡の放送局聞けますから、SBS 聞けますよ。ここしかねえわ。そうここしかない。そういうことで、はい、ぜひ1440に合わせていただければ嬉しいです ね、ゆっくり聞いていただけたらと思います。そうだって今日は3時間もありますから。そうなんです、だからね、今日はラジオショッピング、いいもの紹介しちゃいますから、またはい、ぜひ皆さんメモのご用意してくださいね。そうなんだ、それ必要だと思う、はい、それで富士山のあのいただき3時間スペシャルですが、はい、この方いらっしゃらないとダメかなと思います、ええ、今日のゲストなんです。あとおかいと愉快の仲間たちは、はい、静岡市出身の作家、歌人でもいらっしゃいます、はい、田中明義さんにゲストに登場していただきます。歌人です、歌を歌います。そうなんです、ね、富士山にちなんだ歌がこの後登場しますので、ね、ぜひチェックしてください、はい、で大きな声でなんだかなっつの相変わらずやってます、はい、一通も来ておりませんちょっと寂しいですね。まあそれがなんだかなかもしれませんね確かに、もうすでにそれだけ言って番組を終わるということでいいかもしれませんぜひですね、世の中への不満、阿藤さんに聞いてほしいこと、何でも構いません、ぜひ番組宛てにメッセージお願いします。で、今日は愉快通貨阿藤会の富士山いただき3時間スペシャルですから、はい、他にもゲストの方いらっしゃいまして、はい、富士山のことを尋ねたかったら、ええ、いろいろ質問をしていただけたら答えが出ると思いますんで、はい、そうですね、ね、はい、お願いしたいと思います。でもちろん、ええ、結構人気者ですこれ、はい、プレゼントがあります。これ何でしょう、プレゼント。中野製菓のかりんとう詰め合わせを10人の方にプレゼントします。ほう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 、大人気よ、いつも。はい、うん、お電話つながっています。そうですか、中野製菓の代表取締役社長、中野和弘さんです。こんにちは。こんにちは、お世話になります。三代目いつもすいません。はい、いえいえ、とんでもないです。この季節になるといつもあれなんですが、今日はですね、三代目新しい商品ができて、はいはい、いつも小袋のやつが多かったんですけど、そうですね、今回は違う、はい、実はですね、今回ご紹介していただくかりんとうは、いつもまあ毎回紹介してもらって、東京の板橋の工場でしか販売していないかりんとう
を紹介していただいてたんですけど、あれそうなの本当は。そうなんです、そうなんです、はい、あれ知らないで言ってやって俺あの板橋、東京の板橋でしか販売してないカリントだったんですね。私が、ね、最初に行った途中下車で行って、はいはいはい、お尋ねした時のあれ、あそこでしか、ね、あのそうですよ、駐車場で売ってるんです、はい、そうですそうですね。あ、そうなんですか、はい、で今回は、静岡県お住まいの方でも、簡単にご購入できる、静岡県内の方でも簡単にご購入できる商品を、ご紹介した方がいい、皆さんにはいいのかなと思いまして、なるほどなるほど、はい、それは嬉しいですね、はい、そうですね、はい、これあの以前よりこのでっかいですね一つあ、そうですね、それがですね、これ阿藤さんの顔ぐらいの大きさありますよね。あります、もっとでっかいですもっと大きいか、うん、はい、それがあの、パンの山崎パンさんに依頼を受けて作ってるカリントでして、だから静岡県内だと、山崎パンさん取り扱ってるお店だと、売ってる、ああのそうですね、取り寄せてくれるし、売って、もうすでに売っていただいてるお店もあるはずなので、山崎パン置いてあるとこだったら、はいはいはい、あの中野製菓の、はい、味の一品で、はい、黒カリントと、もう一つピーナッツカリント、ピーナッツカリントが、はい、あのあるんですね、お願いしますって言ったら仕入れてくれたりなんか、そうですね、仕入れてお店の方で仕入れていただけるんではないかなと思いますし、あ、そうですね、言って言えばね、静岡の人親切ですから、はい、それで大きくなりましたから、これ何グラム入ってんだ、400、北東のカリントで420g、 だいぶたくさん入ってますね、すごいわ、はい、ということは今までの4つ分ぐらい入ってる、いやもう4つ以上ですね、4つ以上、はいはいはい、それでこの便利なチャック付きだから、確かにこれありがたいですね、閉めとけば大丈夫ですか、そうですね、閉めとけば、はい、逃げることもなく、はい、カリント食ってました、北東カリントあとさん、なんて、なんかいつもと違うような気がするな黒糖かりんとう、黒糖かりんとう3代目、なんか変わりましたかこれ、やはり商品自体は、同じ黒糖かりんとうですけれども、内紙は違うで、違いますね、原料とかは多少違います、変わったんですね、はいはいはい、でもいい感じだよ、かりんとうって言って、かりんって言ってね、本当にこの食感がたまらないです ね、はい、ありがとうございます、黒糖の甘みがね、濃くはなくね、爽やかな感じでね、はい、そのピーナッツカリントもとても人気がありますよ、はい、私ピーナッツカリントをいただいてるんですけど、うん、はいはい、ピーナッツのこの香ばしい感じと、うん、カリントでも絶妙ですね、ありがとうございます、バッチリです、はい、止まりません、これだからやばいから便利なチャック付きっていうのチャックしとけよ、チャックしときましょうね、うん、ダメだダメだ、これでやっとけば大丈夫ですか、そうですね、そうですね、はい、あのチャックつけてやってくよね、いやこれだけの量あればこれからね夏休みでたくさんの方集まった時などに、出すのいいかもしれませんね、夏休みで人が集まった時な、いいかもしれないな、ね、はい、それで今回は味の一品のこの黒糖かりんとと、はい、ピーナッツかりんと一袋ずつセットにして、セットにしてね、はいはい、セットにして、はい、なんと10人の方に、10人の方ね、はい、いいんですか、あ、もうそれはいつもお世話になってますんで、はい、ご用意させていただきます、ありがとうございます、はい、でこれ山崎パンのねところで売ってるこの新しい商品の他に、はい、先ほどもあの3代目が言ってました工場直売所にしか、あ、そうです、はい、これも買える、静岡から、静岡からお電話いただければ、はい、あの地方発送はしておりますので、あ、そうですか、あ、はい、それはありがたいですね、それまたいいからな、はい、うん、それは逆に食べきりサイズで1回で食べきる量なので、そうです、そうです、そう、私たちにあの本当食べきりサイズでもう1袋1人で食べちゃうんですよねそれぐらいのいいサイズなんですよ、俺はいつもね開けて今日は全部食わねえぞ思うんだけどなくなってるいつも、でそのパターン多いですよね、そのくらいちょうどいい量なんだよな、食べきりサイズもいいですよね、食べきりサイズ ね、 食べきりサイズね、あのやつも、じゃあ電話すれば、あの、はい、これも安いですよねいつもね、ありがとうございます、おいくらでしたっけ、こんなんでいいのかよっていうぐらい、あの工場の直売のやつは一袋108円ですね、ほら、はい、108円税込み、税込み108円で段ボールに10個入れても1080円で輸送のあれがちょっと入って、そんなもんだよ、はい、だろう、夏休みでお子さんが何とかったら常備していただいたらいいかなと思う、そうですね、うん、子供たち喜ぶと思います、ね、今回の新しいあの、ね、味の一品の黒糖かりんとと、これは分量が多いですから、これはいいですよね、これ1個いくらですか、それがねちょっと私どもでは、市場での値段は分からないんですよ、秘密のプレゼントじゃん今日そう
ということになりますね、はい、山崎パンの方が値段つけてあれなんだ。そういうことになるんですね。3代目、はい、あ、そういうことなんだ。じゃあ、秘密の黒かりんとうとあのピーナッツかりんとう、プレゼントしちゃうってことですね。そうですね、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございました。こちらセットにして10人の方にプレゼントです。宛先はファックス 054-288-3333、 054-288-3333、 メールはkai@digisbs.com、 kai@digisbs.com までお願いします。締め切りはこの後4時半とさせていただきます。当選者は番組のエンディングで発表いたします。3代目どうもありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございました。で、あの中野製菓の電話の方をお伝えしておきますから、はい、ありがとうございます、ね、はい、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございました。今後とも一つよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いします。はい、はい、中野さん、はい、ありがとうございました。それじゃあ、はい、お問い合わせ先申し上げましょう。中野製菓の電話番号は 0120-00-5585、 0120-00-5585 までお問い合わせください。工場直売のやつも買えるということですから、今日の新作は軽やかですね、これ、いいですね、美味しかったですね。美味しいな、軽やかでな、またちょっと違った味です。はい、皆さんからもぜひメッセージお願いいたします。富士山いただき3時間スペシャル、この後5時まで生放送です。毎月おなじみの時間がやってきました。はい、アトーさんといえばこの会社です。はい、静岡生まれの天然型グルコサミンで有名な UMI ウェルネスから、本日は最近発売し多くのご注文をいただきました注目商品のご紹介です。はい、年齢を重ねると食べる量は変わらないのに最近体重が増えてきた。そんな方はいらっしゃいませんか？実は食事は食べる順番が大切なんです。脂質や糖質を食べる前に食物繊維を摂るとすっきり体調を整え、食べる量も減らすことができると言われています。今回は無理なくすっきりしたい方のための商品、大人の前菜のご紹介です。 UMI ウェルネスの前田さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、前田さん、はい、あの以前のオンエアでリスナーから大変な評価をされて、評判が良かったと、はいはい、っていうのは、私の商品開発の思いがリスナーの皆様に伝わったのかな、ね、で今日もまた、はい、あのそこから入りますけれども、はい、まあ、皆さんね、全ての方聞いてるってわけじゃないんで、実はですね、私この、商品作る前に体重93キロあったんですよ。おでいつも N アセチルグルコサミンに乗ってるんで、体重が増えても別に膝は良かったんですけれども、お医者さんに血液取られたら NG が出まして、あんた少し痩せなさいよって言われて、であのうちの商品開発のメンバーと、やっぱりダイエットの商品、要は無理なく痩せられる商品っていうのを作りたいねっていうことで、出てきた商品がこれなんです。先ほど茂名は、はい、食べる順番が大切だって言って、はい、そうです、植物繊維を食べる、はい、いろんなものを食べる前に食べるといいと言うんだが、はいはいはい、じゃあ野菜でそれ食うかって言った日には、ね、大変でしょうか。そうなんです、ね、それで、ね、今あの特保の商品によく使われてる難消化性デキストリンという素材があるんです。でこれトウモロコシから作ってるんですけども、これが植物繊維たっぷりなんですよ。ああ、なるほど。はい、で、これを主体に、
商品化設計してみようということで作った商品なんですね。で、巷よくダイエットのやつで、いろんなパターンがあるんですよ、はい、いわゆる燃焼型って言って、うん、それ燃やす方、あと置き換え型って言って、一食これの低カロリーのものに置き換えます、それを食べて、はい、あの他の食べないんですよとか、はい、で、はい、私は野心で普通に食べ、食べちゃう普通に俺は食べたいですもんね。いや俺も食べなきゃダメな仕事だったりするからで、それでっていうと、吸収阻害型というタイプの、でこの難消化デキストリンっていうのは糖と脂肪の吸収を阻害してくれるんですよ実は。なんで先ほど重永さんが一番最初に言った食物繊維を食べる前に食べましょうね、はいはいはい、そうですね。でそれで、あの阿藤さん今おっしゃられたように、食物繊維、野菜をいっぱい取るの大変じゃないですか。大変ですよ。なんで、手軽に食べる前にちょこっとそれを一方食べてもらおうという、そういう商品ができたんですよ。それが大人の前菜です。はい、こちらですね。前菜ですから。はい、でそれは先ほど言った、トウモロコシを主原料っていうのと、それとゼリー状に仕立ててるんですけれども、皆さんご存知の寒天。はい、寒天。寒天にこの難消化でデキストリンを入れて、で、した原料にして仕立てた商品なんです。ですから食べる前にこれ一方、まあ、1日一方でも一番食事を取るなっていう、夕食なのか昼食なのかっていうのもあると思うんですけれども、そこで食べる前に食べていただくと一番効果が出ます。でちなみに私は93キロで、あのさっきも知らないさんに痩せたよねって言われたんですけど、今88キロ台になります。すげえ。5キロです。それも5ヶ月穏やかに、あ6ヶ月か6ヶ月で穏やかに痩せてきた、結構普通に食事をとって、もう本当に無理なくっていうことですもんね、だから食べる前に、あの野菜の代わりに、あの大人の前菜を食べれば繊維を取れるっていうことだから、だから食べる順番がとっても大事、大事ということですね、食べる前に大人の前菜、ではい、いただいてもいいですか。どうぞどうぞ、はい、すいません、ここまで出しちゃったんで、いいですか。いいだろそれ、なんか綺麗でしょ。綺麗です、透き通ってます。寒天風、ゼリーで、ゼリーのようになっていて、味はどうさ。爽やかなあ、癖もなく、柚子味で、爽やかにあの味付けしてるんですよ、だから食事の前に食べてもらっても、あのよくこう甘ったるいとか、こうちょっとこう残っちゃって、せっかくの食事が美味しくない、そうですね、味がついちゃうとね、これ自体が、っていう風なところも考慮して、あの作り上げた商品です。へえ、いろんなことが考えられて作られてるんですね。そう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 、で、当然、親会社はしっかりした会社なんで、発売前に3ヶ月間、あのモニターを募集して、でやったあの実際に食べていただいた、そしたらですね、平均的にやっぱり3ヶ月間で3キロ痩せてくれて、で腹囲は1センチっていうのがモニター調査の結果で、なるほどなるほど、で本当に無理なくですね、で、まあ、あの自信を持ってこれだったら世に出しても大丈夫、なるほどで当然僕は開発者なんで、それはもう毎日食べなきゃいけないねっていうところで、って言ったらもうお二人にも分かりの通り、まあ、ここまで痩せたと、ここまでだいぶちょっと落ちたと、へえ、これだったら無理なく続けられそうですもんね。続けていただくと、よくリバウンドするよって話あるじゃないですか、はいはいはい、ですから緩やかにこう体重を落としていけば、実はリバウンドも少ないんですよ。それはそうですね。あ、そうか、一気に頑張ってしまうとね、という商品なんで、本当に皆さん、あの長く続けていただきたい、いつも言ってるように、サプリメントは長く続けなきゃ意味がないん で、 そうです、ね、続けやすい商品形態と、それといつでもどこでも、本当にこれだったら外出てても食べられますから、ほら外食前でも食べられます。そうなんです、前田さん、私の場合はよそ行って、食のレポとかやんなきゃいけない時に、これはあのバッグの中に入れて持っていくんです。で食べる前にこれを、そうです、大人の前菜をまず食べてやってんですよ。だから俺はちょっとずつだと思いますよ。でも阿藤さんもね、僕痩せたと思うんだ。そうですね、顔の周りなどもね、あのお腹周りもスッキリされましたかね。もっと出てたもんな、少し控えめになりましたかね。もっと出てたもん、さあ今日この UMI ウェルネスの大人の前菜、1箱30本入り、およそ1ヶ月分税抜き4500円の商品となりますが、前田さん、まずは静岡の皆さんに試していただきたいということですよね。ですね、今回は10日分、10本、10本、はい、で4500円の10日分ですから1500円相当、はい、なるほど、それを、今回は500円で、
お試し価格ということで。500円ですか。もちろん送料も通常600円かかるんですけれども、はい、これもいただきません。はあ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 。でぜひぜひですね、この今説明した商品をぜひぜひ試してみて、これならやれそうって言ったら、お得な定期コースもご用意してますので、それでぜひということで、まあ、どんなんだと、苦かったりなんかいろんなことするんじゃねえのかとか思う方がいたら、これをまずね、食事の前に食べていただいて、10日間試していただく、これがいいですよね、やっぱね、今回のご注文は先着100名様となりますので、お早めにお願いします。ご返品については商品をお申し込みする際に必ずお尋ねください。 SBS ラジオを聞いたとおっしゃって電話でお申し込みください。番号を申し上げます、フリーダイヤル 0120-453-853 0120-453-853、 繰り返します。0120-453-853、 453-853 です。はい、ぜひこの機会に皆さんお電話お待ちしております。静岡の方はね、特に静岡の、静岡で生まれたものですからね、そうですね、そうですからね、 UMI ウェルネスの大人の前菜を試してみてください、ね、10日間まずやってみたらどうでしょうかね、前田さんいつもありがとうございます。またありがとうございます。新しいネタもありましたら、お願いします。はい、前田さんありがとうございました、ありがとうございました。どうも。ではここで1曲聴いていただきましょう、ザ・カレー王&スパイスシスターズで毎日カレーであっちゃらぎー。曲を聴いているとカレーが食べたくなりましたね。はい、お送りしているのはザ・カレー王&スパイスシスターズの毎日カレーであっちゃらぎー。いわゆる お友達 CD ということで、
はい、あとうさんのそうそうお友達でもないんだけどね、あの違うの武蔵小山の商店街にカレー屋さんを作ってて、はい、あのあとうさんあのスタッフがあとうさんカレー王のとこ行きますから何言ってんのか分かんなくて最初カレー王なんていんのかよって、はい、そしたら僕がカレー王ですって言われて出てきていらっしゃったんだ、そしてあのこれ CD が出てますからって言われて分かりました、じゃあ愉快通会あとう会って番組がありまして、まあ月に1回ですけど、お友達ソングということで、あの今まで蕎麦屋もいたのよ、お友達ソング、小田原の蕎麦屋の息子が、バンドやってて、蕎麦屋とか、それでこれカレー屋さん、カレー屋さん、カレー王って知ってる人は知ってるみたいよ、実際にカレーを作っている方でもあるんですよね、お店がカレー屋さんなんですね、すごい繁盛してるお店、へ、うん、そういうそんなことがあって、ずいぶん忘れてたんだよ、ね、これ俺今日出てくる前にちょっとその辺棚を整理してたら、あ、カレー王だと思って、あ、持ってきてくださったんですね、一応そうそうそう、武蔵小山商店街、アーケードのある商店街ですごい長くて、それは日本で一番最初にアーケードができた商店街、へえ、うん、歴史のある商店街なんですね、その中にあるカレー屋さん、へえ、うん、今日みたいな暑い日でもやっぱりカレー食べたくなりますね、カレーな、これからちょっと元気になるかもしれないな、カレーってな、はいはい、ありがとうございました、はい、さあ、あとうさん、さあ富士山、静岡県側では、うんうん、昨日ですね、富士山の山開きとなりました、うんうん、去年1年間で富士山に登ったという方は28万人以上と、10年前に比べて8万人以上も増えているんだそうですね、でも世界遺産の富士山ですから、うん、気をつけて登りたいところですよね、まあいろいろね、簡単にね思っちゃうからね、そうですね、なんかあのすぐ行けんじゃないかとかね、そうですね、うん、ちょっとねそういったところも注意点などもね、はいはいはい、今日はね専門家に伺いましょうか、うん、登山ガイドで ICI 石井スポーツ松坂屋静岡店店長の竹二聡さんです、お電話つながっているようです、はい、こんにちは、竹二さん、どうも、あ、こんにちは、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、登山ガイドでありお店の店長さん、そうですね、まあ、店長さんで登山ガイドみたいな感じでしょうかね、どちらかというと登山ガイドで、それはそうですね、はい、それはそうですよ、どっちが大事ですね、はい、どっちかというとね、これ竹内さん、富士山に登る数を今も言ってましたけど増えてるというふうに感じますか？そうですね、お客様とこうご接客させていただく中では、まあ一時期ね、もう何年か前ってすごい熱狂的なブームがあったので、その時に比べては少し落ち着いてるかなというような気はするんですね。これなんですか、世界遺産になった時はすごかったですか？うん、そうですね、その時はすごく多かったんですけど、まあ、その時なんていうのは割とこう富士山に行きたいぞっていうことで最初の方からこう下見される方とかも多かったんですけども、最近はもう本当に明日行くからねとか来週行くからねみたいなことでね、見て来られる方がそう増えちゃってる感じはするんですよね、愛に思えてるかな、意外とそうですね、要はブームになったからねって安易な部分は少しひょっとしたら増えてるのかもしれないですよね、特に具体的にどういうお客さんがいるんですか？そうですね、例えばまあ、お店に来られる方ですと、まあ、要は下調べされたりとか、まあ、ちょっと本当に登頂を目指す方が多いですから、まあ、ちゃんとね下調べをしたり、道具はこんなものが必要ですかってご相談を受けたりしますけど、まあ、そういう方が頂上上がっていって帰ってきたよっていうご報告をまあ受けたりするわけですね、お店ですと、そうすると若い子はもう本当にスニーカーで登ってたよとか、ビニールのポンチョだったねとか、そんなような声を聞くと、ああもうちょっとなんかちゃんとした道具もあるのにな、なんていうことは我々としてはちょっと思ったりはしますよね、これはやっぱりスニーカーとかですね、はい、ビニールのポンチョで簡単にというようなことであれだと危険性もありますか？そうですね、例えば足元なんかは悪いわけですから、はい、スニーカーだと本当壊れちゃうかもしれないですよね、壊れちゃうし、なんか歩くところによっちゃ、砂みたいなのが、そうですね、入ってきてしまいますし、入っちゃうよな、ね、結構大きめの石とかもあるし、そうですよね、あと雨なんか降ったら濡れちゃいますよね、そうですね、確かに濡れてしまったら足豆とかができやすくなりますから、どちらかというともう辛い思い出しかなくなってしまうわけですよね、なるほど、やっぱり一応登ろうかなと思ったらちゃんと計画を立てて やんないといけないですかね、そうですね、本当にもう相談だけでもね、お店なんかは構わないわけですから、こんな時にそうかそうか、登りたいんですけど、って言ってどんなものが必要なんですかって言っていただければね、例えばそれは持ってるから、じゃあそれは使ったらいいんじゃないですかとか、これは足らないからこれ足した方がいいんじゃないですかっていうのはアドバイスできると思うんですよね、相談にも乗っていただけるんですね、もちろんですよ、はい、相談に乗ってもらって、で何時からどのコースを、はい、ね
あの 4つのコースありますから どういうふうに上がった方があれですよみたいな説明を ね、はい、受けて、はい、でどんな格好していったらいいでしょうみたいなこともあるかもしれないですね、はい、そうですよね、はい、まあ、そこで一番富士山に登る時の注意点はどこにありますか。そうですね、まあどうでしょうね、結局のところ山って、まあ、弊社のサインでね、あの、竹内博隆っていうものがおって、それはですね、はい、8000メーターに、まあ、世界中で山って14個しかないんですけど、はい、そこをすべて登った男がいるんですね。あらすごい方いらっしゃるんだ。サインとしておるんですけども、はい、それとかがね、まあ、要は講演会とかをさせていただくときに、右足と左足を交互に出していけばいつか山頂に着きますよなんていうことをね、冗談めかしてよく言うんですよ。うん、まあそれは正しいですね。そうですよね、まあ、正論ではありますけどね、はい、そうなんです。ですからね、富士山も当然のように右足と左足交互に出せばいいんですけど、うん、当然寒いですよね。なるほど。そのだから気温に対してっていうところですと、大体100メーター標高が上がると 0.6 度気温が下がるって言われてるんですね、はい、ですから3000メーターだと、まあ、簡単に計算すると18度、今の気温ここら辺が10、今どうですよ、30度くらいだとしたら12度になっちゃいます、ね、はい、12度くらいですよねっていうことなんですね。なるほど、はい、それの寒さを体感しなくてはいけないということで、ご来光を見るときなんていうのは、要は3700メーターの頂上で見るっていうことになると、はい、例えば昨日とかだと一番寒い時間が10日だと、気象庁の調べになると多分 0.6 度だったんですね、はい、気温が1度以下ってことですね。そうですね、なるほど、ですね、はい、そういうに想像しないな。そうですよね、この時期だと。ですからこの辺、うん、そうなんです、真冬ですよね。ですので、この辺としてはおそらく、まあ、例えばどうでしょうね、イメージつきやすいとしたら初詣に行くぐらいの洋服ですよね、多分ね、そのご来光を見て待ってるなんていうのは。ご来光見に行くんだから寒いんだっていうふうに思わないといけないですね。そうなんです。で、まあ、その用具が必要になりますよねということですよね。あのやっぱりご来光を見ようと、はい、いう方多いですか、登っていって。そうですね、大体の方はご来光を目指してという方がやはり多いのではないかと思いますね。そうすると、はい、あの上がっていく時間も早いですよね。そうですね。で、例えば7号とか8号の宿で、まあ、仮眠を取っていただいてっていう形に、はい、なると思います、ね、それから上がっていったとしても結構寒いは寒いですね、はい、寒いですよね、とても寒いと思います。といったやっぱりここで用具ですね。そうですね、ね、はい、そうか、それを思わなきゃダメだな、まず寒いと。ね、冬だという感じ。そうです。ですのでね、例えばお持ちのセーターとか持ってるものをうまいこと使っていただいてもいいんですけど、例えばフリースウェアですね、フリースであったりとか、はい、ダウンなんていうのはもう本当コンパクトになりますから、持っていく負担が減りますよね。はい、はい。ですから、どうしても何もなければスキーウェアでもねってご紹介することもありますけど、畳んだらものすごく大きくなったり、ね、はい、でご来光を見て降りようって言ったら暑くなる一方ですから、はい、脱いでっていうことになった時には、はい、用具が大変になってしまいますので、なるほど、そういうコンパクトになるようなものっていうのが必要になってくるでしょうね。それを用意していった方がいいってことですね、はいはい、降りる時のことも考えて、はい、はい、そうか。あとは天候もね、結構雨が降ったりっていうのも聞くんですけど。そうですね、雨が降って それこそ先ほどの話じゃないですけどね、ビニールのポンチョなんていうのは下からこう風が吹いてきたりから ね、はい、もうずぶ濡れになってしまいますし、はい、濡れた体っていうのは乾いてる時の20倍以上気温体温が奪われるって言われてるんですよね。ですからその頂上なんかでそれだけの体温が奪われてしまったら体力もなくなってしまいますし、はい、であと破けちゃうなんていうこともね、ビニールとかだとあるかもしれませんから、ね、はい、しっかりしたものがあるといい、ね、防寒対策のこの手袋なり、はい、なんかそんなようなやつは必要ですかね、はい、そうですね、要はその先ほどの通りの、初詣ぐらいのイメージですかね。あ、そうかそうかそうか、うん、それイメージしてもらえばいいんだ。そうですね、耳とかが寒いなであったら冬用の帽子であったりとか、はい、冬用の手袋なんていうのはあるとちょっといいかもしれないですよね。なるほどなるほど、はい、あとはそのスニーカーで履いてっていうような人がいるというので、はい、靴はどんなものがいいんですかね。そうですね、なるべく登山用でというか、まあ、トレッキングシューズと言われているような底が硬くて、で防水のタイプですね、そういうものが大体1万2、3千円ぐらいから、ね、売ってたりはしますから、はいはいはい、そういったものを、はい、ご用意されるといいかと思います。まあ、とにかくはスニーカーで上がるってのはやめようよっていうのはあれですね。はい、ね、砂利入ったりいろいろあれですもんね。そうですね、つま先痛めてしまったりひょっとして捻挫してしまったりってなると、はい、降りてくるのが大変になってしまいますから。そうですね、はい、これご来光をっていうと、はい、頂上でっていうとですね、この上がっていくときは暗いんですか。そうですね、ですので、はい、ヘッドランプ必要になってきますね。そうですか、はい、でヘッドランプでないや要は懐中電灯持ってるからいいとかっても言われるんですけども、
手が開かないと、転んでしまったときとか、作業するとき不便ですから、なるべくはヘッドランプの方がよろしいかと思いますね。そういうことなんだ。それでまあ、右足、左足、順番にあの、ね、動かしていけば、頂上まで作っていますけど、はい、あのストックとかですね。はい、手にです。それはどうでしょうか。はい、ストックはやっぱりバランス保持のためと、あと疲れの疲労の予防ですよね。はあ、そのためには、はい、あると非常に便利だと思います。そんなこともあれですか、はい、疲労の軽減になりますか。そうですね、あの膝とかの負担はすごく減ると思いますので、はい、膝が笑ってとかっていうことは非常に減るかなと思われますよ。で、まあ、ちょっと暗いうちから上がっていって、ご来光を見て、はい、それでちょっと日が出るってことですよね。そうですね、はい、すると何か準備するものありますか、やっぱり。そうですね、あとはね、例えばどうでしょう、寒い、上でその待ってるっていう時が寒いですから、例えばお店とかでは、エマージェンシーシートなんていうものが売ってたりはするんです。それはどういうものですか。ですね、どうでしょう、ポテトチップスの袋の大きいやつみたいな、ちょっとイメージしてもらうといいかと思うんですけど、それ500円ぐらいなんですね。それがまあ要は1メーター×2メーターぐらいのサイズなので、それを要はわっとこう被るだけなんですけど、非常に体温が逃げづらかったりするので、風も通しづらかったりするので、風通んないかもしれない、はい、待ってる時ね。で、軽いしね、でもそうなんです、そうなんです、軽いしね、持ってくのに、はい、そうですね、非常にコンパクトになりますから、はい、あとは、はい、あの御嶽山がね、去年噴火、ね、あって、それを受けて、はい、こうヘルメットですとかゴーグル買う方っていうのはどうなんでしょうか。はい、そうですね、あのヘルメットは今実際に他の山域とかでは比較的もうどうでしょう、これから義務化していこうねっていう流れにはなってきつつあるんですね。ですので、はい、例えば北アルプスなんていうところは特にそうなんですけども、ね、行かれるっていう方はもう必ず持っていくようなイメージになっています。ただ、まあ、今もそうですか。あの富士山まだ義務化っていうほどには、ね、なっていないと思いますけども、ただ道がこうつづれ折りというのか、こうジグザグと歩いていくような感じになりますから、上の人が歩いていて落としてしまった石なんていうのが降ってきちゃう可能性があるんですよね。そういうことありうるな。そうですね、ですからあるに越したことはもう間違いなくないと思います。これから富士山登るにも、はい、あった方がいいかもしれない。あった方がいいですね。もちろん自分が転倒してしまって頭を守るということもありますけど、上から降ってくるかもしれないというところですね。ありうるもんな、はい、それは富士山が噴火するっていうね。そうですね、それはね、なくたってしてもね、それはなくてもというところですよね。はい、あと登ってってですね、どうも調子が悪い高山病とか、はい、そういうのは起こりうるもんですか。そうですね、高山病は2500メーターぐらいを超えると誰でもなるかもしれない。誰でもなる、大体そう思ってた方がいいんですか。はい、そうですね、でそれっていうのは割とどうでしょうね、水分が足らなかったりであったりとか、前日にそう、要はよく眠れなかったりとか、前の日準備だ。そうですね、ちょっと興奮してて寝不足だったり、そうなんです、あとお酒飲んじゃったねとか、そういう時で、ね、よくなるって言われてるんですね。はい、はいはい、そうするとなりやすい。そうですね、なのでなるべく水分を取りながら行動していただくといいですよ、なんては我々はご説明させていただいております。その水分というのは、例えば水がいいのか、それともスポーツドリンクなど、ね、よく熱中症になんて言いますけど、はい、どういうものがいいんですか。ね、もちろんスポーツドリンクもいいと思います。うん、でスポーツドリンクを、まあ、その体の脱水量っていうんですかね、はい、息で吐いたりとか汗で出たりするのの目安なんてよく言われているのが、脱水量がね、体重かける5ミリリットルかける行動時間なんて言われてるんですよ。はいはい、ですから、まあ、例えば60キロの男性が 3時間ぐらい、登山をしようとすると900ミリぐらい体から水がなくなっていくよって言われてる。結構90ミリってあるでしょ。900ミリは結構ありますよ。900ミリ、その3時間で900ミリ取らなきゃいけないって結構大変なんですね。そうですね、はい、ですので、例えば15分おきに本当におチョコ一杯とかでいいので、ちょっとずつちょっとずついっぱい飲んでいただくような感じにすると、まず水分はね、はい、そうですね、楽になりますというようなことですね。だから、別に飲みたかねえやって言っても、はい、定期的にやっぱ例えば15分、はい、20分とかに少しずつ飲んでいくと、はいはい、そうなんです。ああ、っていうことがいいですか。はい、これ非常に高山病の予防に役立つと思いますね。ああ、なるほどなるほど。ですね、最悪の場合、はい、すげえ調子悪くなっちゃったっていう場合、どうしちゃったらいいんですかね。どうしようもなくなったら、高度を下げると高山病の症状っていうのは非常に緩和されます。ただまあね、こういうことをお店で言ってはいいのかどうか分かりませんけど、はいはいはい、せっかく来たからねっていう気持ちもね、あるからね、分かりますので、その時は2、3時間どうでしょうね、その小屋とかで休ませていただいて、そうですね、していただいて、でよくお水を飲んでいただいてっていう感じにすると、はい、酸素の取り込み量が、ね、少なくなってっていうことでは、高山病になりやすいですから。なるほどなるほど、はい、
あ、そうですか。本当はだから無理せず下がってくるのもいいと。本当は、はい、そうですね。 でもせっかく行ったからっていうと、じゃあ休んでから慌てるなと。はい、そうですね。それでも調子悪かったら降りようよっていう勇気も必要ですね。そうです、そうです。あの、登山、山逃げませんから。いや、それいいな、逃げません。逃げませんね。だから、まあ、そういう最悪の場合もちゃんと想定しておくっていうことも大事ですよね。これ、大体登り始めて、どの辺からその高山病の症状っていうのは、ああ、なっちゃったみたいになる、なんですかね。そうですね。もうそれこそ5合目で1900メーターから2400メーターぐらいなんですよね。はい、5合目だ。もうそうなんです。そこからっていうことになるので、例えばお時間があるようでしたら、1900メーター、2400メーターの5合目のところで、1時間、2時間ぐらい、こう、要はストレッチをしたりとか、準備をしたりっていうことで、はい、1、2時間、こう、ちょっと要は、高度に慣らすと、だいぶ楽になると思うんですよね。ああ、その体に慣らす。はい。人間って、人間って考えてみたら、すごいからね。そうなんですよね。適応力あるから、そこにいて、はい、あれすれば。しばらくすれば無理せずに。そうなんです、はい、順応してくるんですもん。順応してくるんですね。はい、あー、すごいな。そういうの大事ですね。そうですね。ですからもう着いたからさあ行こうっていう風にしてしまうと高山病になってしまったり、はい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 、あと出だしになんていうんですかね、ものすごいペースを上げてしまうと、はいはい、やっぱりそれもなりやすいですから、あ、上げすぎると、はい、そうですね。大体はですね、下から5合目まではどのくらいかかるもんですか。5合目までは例えば、まあ、本当に車でぶっと行くような感じになりますから。ああ、そうかそうか。そう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 、だって5合目ぐらいから歩いて、はい、から歩いて上がり始めた、下から行く人はあんまり多くないですかね。そうそうそう、あんまり多くないです、ね、今はね。今はそうですね。ああ、じゃあ5合目から上がり始めて、はい、それからですが、結構一気に来ますね。じゃあね、そうですね、歩き始めたら、はい、変化があったりして。そうですよね、そこですね、うん、ねえ、じゃあその5合目ぐらいでブラブラしてたんで。そうですね、そうなんです。登んないで、はい、なかなか。そうです、まあ、ね、せっかくですからね、こう写真を撮ってみたりとか、ね、ストレッチしたりとか、忘れ物ないかななんてチェックしたりすると。5合目から上がる人は特にそうか、はい、さあぼちぼちって言ったら、そこでまあ本当にゆっくりあれして、それから登り始めて、体に馴染まして。そうですね、びっくりしちゃいますもんね、体がね。なるほどなるほどなるほど、ね、はい、うん、そういうことか、はい、その他に最近の登山グッズで持っていて便利なものをいくつか簡単に挙げてもらってもいいですか。そうですね、これ、まあ、よくまあお客様が、ね、持ってってよかったなっていうようなことで、売ってるものがご紹介できるといいんですけどね。あんまり大したものがないんであれなんですけど、ウェットティッシュとか、うん、山小屋って水が貴重ですから。あ、そうか、うん、洗面とか手洗い用の水とかね、お風呂とかもちろんないんですよ、はいはいはい、ですので体を拭ける大判のものであったりとか、まあ、ちょっと手などを拭ける簡単なポケットタイプのものとかあると便利だと思うんですよね。なるほどなるほど、なるほど、はい、へ、あとは例えば仮眠を取りますっていうことに、まあ、ご来光のパターンですとなると思うので、なるほど、はい、その時はマスクとか耳栓とかあると便利ですよね、はい、マスクはね、どうしてもこう砂の上をこう降りて帰るようなイメージになったりですとかになるので、もうなんていうんですかね、息苦しくなるような本当にイメージになっちゃいますから、砂が入ってこないようにであったりとか、あと寝る時に、まあ、周りの人の、ね、ちょっといびきとかで耳栓なんていうのがあるとちょっと便利かもしれないですね。あ、それでちょっとあれなんですけど、トイレってのは富士山の場合どうなんですか。ですね、今も本当にもうバイオトイレというような形式で、はい、昔はそれこそ垂れ流しな状態でこう白い川ができてたよ、トイレットペーパーの白い川ができてたよなんて言われてたんですけど、ただ今はそういうことがないように、それこそ登山協力費とかで賄ってたりするようなものもあるんですけど、はいはい、ですのでね、環境に配慮したようなトイレになってますから、はい、維持管理のためにね、100円とかから、まあ、大体300円ぐらいのところ、まあ、チップを、よろしくお願いしますみたいな感じでやってありますので、はい、なるほどなるほど、うん、じゃあ その場合やっぱり一応クレジットカードじゃないですよね。クレジットカードじゃ使えないですから使えないです、ね、現金を、ね、持ってちょっと持って行っていただいて、はい、ね、それがいいですね。そうですね、あと私たちいつも持っている携帯ですとか、はい、スマホなどはどうでしょうか、はい、そうですね、何か使えますかね。どうしてもこう例えば山小屋の中に入ってしまった時とかだとね、入って電波が来ない場合もありますけれども、ただ緊急連絡とかではスマートフォンとかね、そういう電話とか非常に便利だと思いますので、まあ、持ってていただいた方がいいと思います。で、例えば、はい、アプリとかで登山届を出せるようなアプリがあったり、はい、便利です ね、 ですね、コンパスっていうところがね、やってたりするので、はい、そういうところであったりとか、まあ、天気の概況ですよね、それこそ気象庁であったりとか、なるほど、はい、天気
JP みたいなね、日本気象協会のやつとか、富士山の今どんな感じかなっていうのが、それこそ気象庁のはアメダスは1時間おきの今の気温が出たりしますから、すごいな、はい、非常に便利だと思います。あとは、ね、ちょっと有料なんで、ちょっとまあ宣伝みたいなもんなんですけど、あと、気象予報士の猪熊孝之さんという方おられるんですけど、そちらの方のね、山天っていうところが、はい、これはどんなものが分かるんですか。これで、ね、天気分かります。でうちの先ほどの話の竹内博隆というのは、あれヒマラヤにいるときに、今度ヒマラヤの明日の天気はどうでしょうっていうぐらいを聞かれるぐらいの、はい、世界中の天気を、まあ、要は把握というのがね、イメージできるような人なので、この方の、はい、山天っていうところのは非常に、まあ、面白いサイトかなと思いますよ。今はガイドさんとかどうか増えたんですか。ガイドはそうですかね、増えてきてると思いますね。来てますか、はい、なんか増やさなきゃいけなくてね、そうですね、なんかありましたね、はい、あそうですか、徐々に準備はしてますか。そうですね、準備というところでは、はい、ね、準備しないとね、なんか、はい、なんですか、世界遺産になったはいいけど、そうですよ ね、はい、登山者も増えて、でもそのかつその登山の方に、まあ、安全にもちろん登っていただくというところが大事ですからね、はい、あとね、阿藤さん、私ね、法律でね、登山者に関わる行為として次のことが禁止されているってこと、今回ね、改めて皆さんにね、そうだね、お伝えしたいんですけど、うん、これ5つあるんですよ。動植物の採取禁止、取っちゃいけないと、2つ目が、ね、溶岩や石の持ち出し禁止、なるほどなるほど、よくこう行ったからね、持って帰ってこようってね、記念、そう、記念で持って帰るのもダメらしいんですよ、うんうん、で3つ目が落書きの禁止、なるほど、4つ目テントの設営や焚き火の禁止、うん、で5つ目がペットなどの放し飼いを禁止ということで、うん、この5つのことはね、禁止されていますので、ぜひ皆さん注意していただきたいなと思います。あと竹二さん、はい、登山時のマナーとして4つ教えていただけますか。はい、そうですね、まあ、登山のマナーとしては登山道は上り優先と言われています。上り優先、そうですね、で上り優先というか、まあ富士山だとね、ルート決まってるので、富士宮のルートの全部と、はい、あと御殿場の上部っていうのが、登山道と下山道が一緒になっています。それ以外はね、別になっていますけど、なるほど、なるほど、はい、そこの部分では原則、上りを優先として、はい、まあ、譲り合って歩いてください。はいはい、で、まあ、登山道狭いですから、2番目としては、無理な追い越しをしないようにと。いうことですよね。混雑にどうしても山頂直下だったりで渋滞することはありますから、なるほど、そこでね、転倒したり石を落としてしまったりなんていうのは危ないですし、登山道外れることも必死ですから、そうか、登山道外れることによって、はい、落石とかいろんな転倒とか事故が起きやすいですよね。そうですね、だから無理に抜いていこうとか、そういうことはね、はい、まあ、避けた方がいいですね。そうですね、はい、はい、お気をつけください、はい、で、まあ、そこの絡んでですけれども、落石を起こさないということですね、はい、で起こしたら大声で周りの方に知らせてください、はい、まあ、要は上から落ちたけどすごく下の方でその石が当たってしまうよねっていうこともあるかもしれない。そうかそうか、あり得るからね、はい、どういう風にいくか分かんないから、はい、ゴルフと同じだ、ゴルフ、そうです、そうです、ゴルフだとファーですよね、はい、登山だとね、落石の落っていうのが多い、落っていうんですか、落っていうのが多いです、はい、へー、ぜひこれ覚えていただきたいですね、そうです、落と、はい、登山は落と言ってください、はい、であともう一個、はい、ゴミはすべて持ち帰るというところですよね、はい、うん、まあ、よく登山で、ね、残していいのは足跡だけ、なるほど、うん、撮っていいのは写真だけなんてよく言われたり、まあ、うまいことね、誰かが帰ってたりよく言ってますけど、ゴミはすべて持ち帰ってきた時よりも綺麗にということで、はい、ぜひお願いしたいと思います。わかりました。さあ、これから夏休みになってね、富士山に登ってみようかとか、いろんな方がいらっしゃると思いますが、疑問の点がありましたら竹二さんのところに行って相談したらいいですね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、今日は竹二さん、 ICI 石井スポーツ松坂屋静岡店店長さんにお話を伺いました。竹二さん、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。ではここで一曲おかけしましょう。加原智美、 I'm Proud。
さあ、しげだま、はい、夏休みになるとですね、海だね、いいな、まあ、山だね、いいな、山ちょっと川だね、で行ってみたくなるじゃないですか。楽しみな旅行もね増えてくると思うんですが、だけどちょっと気になっちゃう、はい、これ膝腰肩この痛み、辛い痛み、ね、そんな皆さんのお悩みの皆さんの痛いとそのものを取り除くというところに注目してる、着目、はい、ね、着目してるんですよ。膝腰ですよ、頭の関節痛、神経痛にこれです。体の内部から、普通は塗るじゃないですか、ね、違うんです、体の内部から飲んで効くんです。第三類医薬品です、医薬品ですよ、はい、両親 JV 錠を特別価格でご紹介してくれるというんですわ。気になりますね。なんとね、皆さんもね、よく分かってると思いますが、キミエホワイト、はい、の、キミエホワイトの富山常備薬グループなんです、はい、どうも新しいのが出たらしいんだ、はい、小川さんどうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。富山常備薬グループの小川です。わざわざすいません、はい、一応、ね、両親 JV 上の販売リーダーということで、ね、あ、そうなんですか、リーダー、はい、リーダー、ありがとうございます。リーダー、この俺ちょっと気になってます、はい、大変ですね、今日紫外線が強いので本来でしたら、はい、シミそばかすのご商品というところなんですが、キミホワイト、夏も近いということですので本日はこう動くというところで痛みに強い両親 JV 上をご紹介させていただければと、ちょっと気になったんですけど、はい、キミホワイトはお母さん、はい、鈴木さんのお母さんのために、はいはい、両親って書いてあるんですか、これ。これはですね、うちの両親の両親ですか、社長、うちの薄井のですね、ご両親のお誕生日ということで80歳と70歳を記念して、作った医薬品でございます。へー、はい、それで両親という名前なんですね。もう一個意味があるんですけども、ちょっとこれはまた後ほどご説明を、はい、させていただければなと思っているんですけれども、常備薬グループは母思い、旦那や両親思い、親思い、ありがとうございます、ね、そういうことでいっぱい65歳以上とかですね。そうなんです、ね、はい、今なんですけども、65歳以上が 25.9% もう4人に1人以上ですね、はい、がなっている超高齢化社会と呼ばれている時代になってるんですけども、特にですね、この中で膝の痛み、痛いに悩んでいらっしゃる方っていうのがなんとですね1800万人以上そんなにいます。簡単に言うと東京の人口をはるかに上回っている人口になっております。東京はいいですけど、東京って静岡と比べたらこれ大変でしょ、5倍ぐらいなんじゃねえの、静岡、そうですね、ちなみに富山は15倍ぐらい、そんなにいるんですか、はい、じゃあこの皆さんにですね、はい、痛みなんとかしてあげたいですね。そうなんです、はい、このですね、俗に言う辛い痛みなんですけども、実はこれ原因がありまして、はい、原因がですね、関節の軟骨のすり減りが一つ、まずね、はいはい、あとですね、運動不足による筋肉が硬直、この筋肉だ、そうなんです、硬、はい、くなってしまうのが原因と言われています、はい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 、でもですね、実は先ほど申し上げた関節の軟骨なんですけれども、はい、実は毛細血管を含めて血管が一本も通っていないんです。血管なし、なしなんです、ないんですか、栄養を運ぶと言われている血管が、骨には、軟骨です、軟骨にはいかない、そうなんです、走ってないので、一度すり減った軟骨というのがなかなか再生しづらいと言われて、それで痛みとかなんかになっていくと、そうなんです、はい、でだからですね、その硬直してしまった筋肉を柔らかくすることで、軟骨の再生ではなくてですね、痛みそのものを取り除く、はい、ことに着目させていただいたのがこの医薬品両親 JV 錠というわけなんです。どうしたら痛みをなくせるんだと、はい、いうとこ、はい、でそしたら気がついた、そうなんです、はい、痛みそのものを取り除くということで、はい、これは期待できそうですね、藤さん、そう本当に どういうことなんだってことだな、詳しく教えてください、お願いします、はい、この医薬品両親 JV 錠なんですけれども、関節痛や神経痛を緩和するそのガンマオリザノールをはじめとして巡りを促進してくれる、トコフェロール、さらに肉体疲労時の栄養を補給してくれるフルスルチアミンなどですね、はい、厳選した6つの医薬品有効成分をしっかりと配合させていただいております、はい、なので簡単に言うと、この補給促進緩和の3ステップで膝腰肩などの関節痛、そして神経痛の緩和に飲んで効くんです。茂永、補給だよ、ええ、促進緩和だよ、
この3ステップだよ。そうです ね嬉しいじゃないですか、ありがたいですね。ありがとうございます。でしかもですね、この関節痛や筋肉痛をその緩和する4つの有効成分、はい、6つのうち4つなんですけれども、なんとですね、承認基準の最大量配合させていただいております、はい、つまりですね、これ以上の配合をすることができない、これ以上の配合がない医薬品というわけなんです。最大量配合ですか、はい、そうなんです。すごい量入ってるということになりますよ ね、 もう痛みに対して、特別特化をさせた薬品になります。そこですね。まあ、小川さんは販売リーダーなんでやることになっちゃったんですか。そうなんです、なんでやることになってしまったかというとですね、実は僕がですね、小学校1年生からずっと剣道をやっていまして、高校出るまでずっとやってたんですけども、やっぱりその激しい運動というところもあって、関節痛めたりして、病院にリハビリとかで通院することもあったんですけども、その通院をしている時にやっぱりですね、おじいちゃんとかおばあちゃんといった、その膝や腰の痛みを抱えている方が一緒に通院をしてたんですけれども、そんな痛みさえなければですね、その旅行ですとか、お孫さんと遊べると寂しそうに話していたことが過去にありまして、この商品が実は去年の10月から販売をスタートしてるんですけれども、その願いをぜひ僕の方からも、叶えてあげれればなと思いまして、両親 JV 城の販売担当リーダーとして今回、担当させていただくリーダーやるぞと、こんなのありますよとわけでございます。これいいですよみたいな、そういうことですか。やっぱ痛みが軽減するとな、あれもこれもやってみたいってことが増えるからね、それでこれ普通は本当に塗る方が先行っちゃいますよね、痛いとね、でもキメホワイトもそうだったかです、シミとかそれを内側から、そうなんです、外側からではなくて内側から、今回もそうですね、内側からですね、ここがすごいですね。ありがとうございます。どういう風に使ったらいいんですか。はい、服用はどうでしょうか。こちらなんですけれども、医薬品良心 JV 上、1日1回で結構です。で飲む量が2錠から3錠なんですけれども、飲むタイミングがですね、食前でも食後でも、いつでも構わないです。あ、そうですか。それいいですね。なので朝起きた時でも夜寝る前でも全然 OK なので、しかもですね、この中身が1ヶ月分30日分じゃなくて31日分の93錠そうだね、これで93錠も入ってるんですね。そうなんです、リーダー。だって30日の日もありゃ31日の月もありますもんね。特にこの7月8月はもう31日なので、足りないがないということ、そういうことですよね、なので1日1回お好きなタイミングでお飲みいただくことで膝の痛みや炎症に飲んで効く。実はここにその両親のもう一個の意味、良い心というところでお客様あそっちも引っ掛けてる、はい、リーダーを考えた意味も、ね、込めさせていただいております。両親ですか。ぜひね、膝や腰などの痛みでお悩みの多くの方々のためにも、小川さん、言ってやれ、良心的なお値段言ってやったぞ、良心的なお値段、良心のために良心的なそうお願いできますか。お値段よろしくお願いします。かしこまりました、ぜひですね、富士山の登山のお供にもそうだ、ね、いただければと本当にそうです、思いますので、良心的なお値段ご提供させていただきま す、はい、ます。発売からですね、わずかまだ7ヶ月ではございますが、おかげさまで13万箱をすげえ突破いたしました。はい、膝、腰、肩などの関節痛、神経痛の緩和に、体の内側から飲んで効く富山の医薬品良心 JV 錠、通常はですね、31日分93錠入りが税抜き3800円のところ、初めてご購入いただくお客様で今から30分以内にお電話をいただいた方に限りまして、30日分ではありません、31日分の本商品をなんと半額の特別価格でご提供いたします。お値段の方が税抜き1900円でございます。半額ですよ、半額。ただし一世帯様一箱限り、消費税別途かかりますことご了承ください。はい、そういうことか。きちんと31日分、しかも1日あたりおよそ61円、61円になったか。これは試しやすいですね。でこれ試していただいて、多分13万万も、またお願いしますって来てるってことは、試してみた人はこれはいいぞと、もうそれはもう飲んでいただいて分かると思います、いうことになってるんですよね、きっとね、小川さんぜひお問い合わせにお願いします。はい、かしこまりました。お問い合わせ申し上げます。通話料無料のフリーダイヤル 0120
0120-677-093 繰り返します、はい、0120-677-093富山ジョービアグループまで。両自身 JV 上は医薬品ですので用法用量を守ってお飲みください、はい、お届け返品送料さらに大変お得なおまとめ定期コースについてもぜひお電話でお尋ねください。膝などの痛みでお悩みの皆さん、辛い痛みの緩和に特化した医薬品両親 JV 錠 0120-677-093 0120-677-093富山常備薬グループまでお問い合わせください。小川さんありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ってまいります。鈴木さんにも社長にもよろしくお願いします。かしこまりました。伝えておきます。ありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょう。くるりのワンダーフォーゲル。愉快通過野党会、今日は富士山いただき3時間スペシャルでお送りしています。ういう、はい、プレゼントもあります。そうそうそう、これ新製品だからちょっと皆さんにもう一回お知らせしておきましょうか、ね、中野製菓の黒糖かりんとうとピーナッツかりんとうをセットにして10人の方にドドンとプレゼントしちゃいます。宛先はファックス 054-288-3333 054-288-3333、 メールは kai@digisbs.com kai@digisbs.com までお願いします。この後4時半までということになっています。ぜひたくさんのご応募お待ちしています。ね、こうちょっとだからこれ持ってってね、疲れたなったらこれ富士山登ってもね食べたらいいや、ね、いいかもしれないですね。で、しげなあの富士山は登ったことあるの？新7合目まであります。情けねえやつだなおめえはな。あの何おめえ静岡にあの仕事してやってんのにそう7合目じゃめ、車で行ったら終わりじゃねえか。いや車すね、あそこはあの歩きましたから、5合目から新7合目まで歩いたんですよ。行くなもん。その前その上にあるだろう駐車場が。そこはなかったです。なるよあるよんなな、はい、ちょうどあの本当にね7月の初めの頃に登って、山梨県側は登ったって言わない、それは言わないですね。言わない。7合目じゃあんた5から7じゃ言わない。いろんな方にねそれ言われます。そうだろう、散歩だと
登山じゃないと登山じゃない麻生さんどうなんですか。俺はね9号目まで9号目俺あの山小屋に泊まって、はい、山小屋に泊まって次の朝歩いて行って、はい、8号目から、ね、山小屋の山小屋そうですねなそこから9まで歩いて、でドラマ撮って不要の人っていうね、はい、この間撮影で行ったんですよね。この間やったやつじゃなくて前のやつね、はい、滝田さんがやったやつでね俺下からの荷物は運ぶは村民の役でね、9号目まで行って、麻生さんも頂上ですけどいや結構ですって降りるそれが俺の富士山でね、もう十分だよ。逆に悔しくないですか。全然あと1号分いや全然十分十分ですか。あ、富士山ってこういうんだもう十分もう経験した感じ。あ、もう経験なんてもんじゃないよはい。さあそんなね富士山にまつわるエピソードなどいっぱいくれたね今日ね、メッセージいただいてるんです。今日はいただき富士山いただきながら、はい、紹介しましょう、うん、岩田市の福くんからです。麻生さん、重永さん、こんにちは。富士山は、うん、20歳の記念に友人と登りました。すごいすごい。夜中に出発してご来光を拝むことができて嬉しかったです。今60歳になり、あ、還暦ですね、骨折して病院で2人の楽しい会話を聞いて元気をもらっています。かりんとう大好物です、お願いします。そうか、かりんとうなということです。じゃあ、あのさっきのな、富山常備薬グループのあれもいいかもしれないな、ね、試していただけたらいいかなと思いますよね。骨折されてしまったんですね、はい、早く治ることね。やっぱり今その方どこの方ですか。静岡県、岩田市の方です。静岡県人だな、やっぱな、うん、こちらも静岡県人だなっていうのはありまして、1969年、沼津の小学6年生の私は、はい、学校行事であの夏休みの須走の小学校に2泊し、あら、須走の小学校に、はい、キャンプファイヤーや日帰り登山、富士登山をしました。はあ、当時高原教室と呼ばれていました。200人を超える小学校の団体行動です。体力や希望によって2つのグループに分かれ、途中から別ルートで登りました。日帰り登山ですので頂上までは行けませんが、当時の服装は体操服、あ、そうですか、紅白帽子、ズックナップサックに肩掛けベルトの水筒でした。当時の小学生の遠足スタイルのまんまです。須走の砂走りと言われるように、帰りはズックに砂が入りまくりはまくるわ、トイレを我慢するわけで結構大変でしたよと、今の教育環境からは考えられないかもしれません。アラカン沼津茶一郎、ね、沼津の方です。やっぱり静岡 県人だな。そうですね、うん、やっぱり行ったことあるんだな。あるんだな。この方は途中までですけど、うん、そうですね、小学生だからな、いろいろ皆さんこういう服装だったんだね。さっきの服装とはえらい違うから、うん、やっぱり今あのこの頃上がってたら大変だね。上まで上がってたら大変だよね、うん、そうですね、うん、これは途中までだからね、良かったかもしれないけどね、うん、ぜひね、富士登山をする方はしっかりと準備を整えていくようにしてください、ね、ね、この後まだまだ富士山にまつわるメッセージ、エピソードなどお待ちしています、うん、はい。DHC からのお知らせです、うん、麻生さん、今日は青汁の紹介なんですけど、そうなんだ、はい、青汁というとあちこちで見かけますよね。いっぱいあるよ、もうテレビもいっぱいいろいろやってたり、もうな、どこの青汁がどうなんだかよくわかんねえよ。そう、迷ってしまう方も多いですよね、うん、はい、そんな方に必見です、川田さんに教えてもらいましょう。教えてもらおう、教えてもらおう。川田さん、こんにちは。こんにちは、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そうですね、おっしゃる通り、ね、本当にいろんなところから青汁って出てますからね、はい、いろいろありますよね、今ってね。あります、はい、私も正直言って、はい、まあね、どれも良さそうだし、まあだから結局どれ飲んでも一緒なんじゃないのって思ってたんです。思ってた、思ってたんです。たですね、たですね、たなんですよ。川田ですね。そうなんです、過去形です、はい、今は見つけましたよ、はい、見つけた、私見つけちゃったんです。これいいと思いますっていう青汁、はい、それが今日ご紹介する DHC の乳酸菌と酵素が取れる欲張り青汁、こちらなんです。やるな、はい、乳酸菌と酵素が取れるって頭についてます、うん、ね、はい、青汁を飲む目的っていうのは大体皆さん健康になりたいとか ね、はい、あとは野菜不足を解消したい、はい、あとはもう一つお腹すっきりさせたい、はい、こういう目的の方が多いんじゃないかなと思うんですね、はい、この DHC の青汁はまさにその目的にしっかりと焦点を当てた自信作なんです。今すごかったの力入って、しっかり
力強かったですね。焦点を当てた自信作なんです。そうなんです。カープさんお墨付きですね。一押しということですね。実際私もね、ショッピングキャスターやってますと、はい、とにかくいろんな商品そう出会いますよね。で、はい、やっぱりね、なかなか一押しって本当は言いづらいんですけれども、はい、これは一押しだなって正直思いました。なるほど、なるほど。はい、まずこちらなんですけれども、メイン素材は大麦若葉なんですね。はい、この大麦若葉というのは青汁にはよく使われている植物ですから、ご存知の方も多いと思います。はい、ミネラルやビタミン類が本当に豊富です。で、お腹すっきりとか野菜不足の解消には大変嬉しい素材であることは間違いません。はい、確かに青汁の CM でもよく聞きますよね、大麦若葉という言葉。はい、でもどの青汁にも入っているなら、どれを飲んでも同じなんじゃないかなと思って。本当だよな。そうなんですよね。はい、DHA のこだわりは。今、母さん笑いましたね。やっぱり。ドヤ顔ですね、今の。みんなそう思うだろうなと。はい。なんですけど、はい、ここからが違うんですよ。違う、はい、はい。この素材自体のパワーを最大限に引き出すこと。うん、これを目的に作られましたので、やっぱり他のものとはそこが大きな違いなんですね。はい、まず大麦若葉、当然 100% 国産です。ここなんだ。はい、国産です。もちろん国産。確かにね、 100% 国産って歌ってるとこってないな。あ、気づいてしまいましたか。実はだって大麦若葉は言うのよ。はい、あ、そうですか。そうです。まあ、でもそこら辺は当然 100% といきましょうと DHA は作ってます。なるほど、なるほど、なるほど。もちろん当たり前のことですが、新鮮な素材だけを贅沢に使用しております。やりますね。はい、こだわりを感じますよ、こだわりを。ありがとうございます。ええ、そしてここからが大きく違う点なんですよ。はい、そのえりすぐりの大麦若葉を収穫してすぐにですよ、はい、みずみずしい状態で工場へ運んで、生のままエキスを絞るんです。えらい、ありがとうございます。俺はね、食レポやってますけどね、母さん、はい、野菜もね、鮮度が良くなくちゃダメなんです。はい、その通りですよ ね、だからそれ分かります。はい、取ってその辺に大麦若葉をね、ほっぽりっぱなしにしてたら、もう全然、はい、もう なんだかなーですよ。なってしまうんです、ね、そうなんです、はい、この生のままっていうのがポイントなんですよね。うん、よく乾燥させたりとかするんですけれども、うん、そういうことしない、もう生のままエキス絞ってるんです。はい、だからつまりは栄養を壊さずにギュッと閉じ込められるっていうことですよね。そういうことです、そういうことです。ね、みずみずしい生のエキス、そして栄養たっぷりという感じですよね。さすが DHA、 これ実は DHA ならではの製法なんですよ。ここが一つあれか、またね、こだわりですね。そうなんです。はい、でさらに栄養の吸収を高めたり、体の隅々にまで届ける力を持った酵素、はい、これ酵素って最近皆さん結構言うんですよ。なんだちっちゃい酵素でね、ね、はい、これ酵素もね、やっぱり取り始めたっていう方多いと思うんですけども、はい、DHA はこの酵素に着目しまして、 なるほど、なんと青汁に入れちゃったんですよ。はあ、はあ、はい、穀物発酵エキス、これをしっかりと配合させていただきました。はい、つまり活性化された酵素が大麦若葉のミネラルやビタミンの吸収をサポートしてくれるわけです。なるほど。要するに体中に届ける後押しを酵素がしてくれるんです。なるほど。だからいいものを、青汁を作って、はい、だとしても飲んで、はい、吸収が良くなっちゃしょうがないですね。そうですね、そのまま、ね、出されちゃったらあれですけれども、だからパワーを、うん、青汁のパワーを一層引き出すための配合になってる。そういうことなんです。やりますね。はい、酵素プラスすることによってだいぶ変わってくるんですって。はい、でさらにもう一つ、お腹すっきりの味方、乳酸菌が配合されているわけですよ。この量がすごい。一方あたり乳酸菌が400億個、400億個入っております。よくわかんないですけど、すごいなって感じがしますね。とにかく多いと、うん、よくわかんなくなっちゃいますけどね。すごい数だと思う。ヨーグルトだと4リットル分です。すごいですよね。飲めねえっすよそんな。これは無理ですよね。はい、そのぐらいの量が一方あたりに入ってるんですね。ですから大麦若葉とスッキリのこのダブルパワーで溜め込みがちな方にもこれいいと思うんですよ。ぜひ試していただきたいと思います。なるほどな。はい、ヨーグルト4リットルは驚きですよね。無理無理無理。まさに欲張り青汁です。うん、はい、こちらが実際の商品なんですかね。私たちの今手元にあるんですけど、ま、きれいな色してんだこれ ね、結構ね緑が濃いですね。濃い濃い濃い。ちょっと氷を入れていただいて、はい、ますがね、ぜひ一口飲んでみてください。ちょっといただいてみます。どうでしょう。
あれ何よこれ、何も癖がなくて、はい、あれさらっと飲めちゃいますね。さらっと、それでなんかちょっと緑茶っていうか、お抹茶みたいな感じで、そうですね、静岡の人にはぴったりじゃねえの余計、飲みやすいです、馴染みのある味という感じがしますね。全然そう何よこれ、お抹茶みたいだよ。最初その色の濃い緑の濃い青色を見る、緑色を見ると、はい、これ苦いんじゃないかと思う。まあ例の私の先輩が先輩やってたね悪役紹介のはいはいはい、はい、ね、うまいまずいって言ってた、懐かしいですね、懐かしいですね。そこから始まってますからね、えらい進歩しましたね。おいしく飲めちゃうんです ね、本当に野菜を取ってるなっていう感じが、やっぱ他との味とは違うんです、違います違います、いい感じの味ですよ。これもやっぱり一押しの私の大きなポイントです。一つのね、味が大事ですからね、味大事ですよ、やっぱり、ね、続けてほしいので毎日飲める美味しさが必要なんです、はいはい。で、本音のお手紙届いておりますのでちょっと読ませていただきます、ね、お願いします、はい、50代の女性の方です、はい、飲みにくい、美味しくないというイメージが変わりました。あ、なるほど、はい、50代を過ぎてから疲れやすく無理の効かない体になったと思っていましたが、目覚めやお腹の調子も快適です、うん、価格も嬉しいというお便り頂戴しました。ほうほうほう、美味しさ実感に加えて、うん、価格も嬉しいということで、うん、これは阿藤さん期待できそうですね。そう、それはだってあんだけこんだけ力入ってんだから川田さんが、だね、下手なこと言わないでしょ、ね、試していただきたいので、そこはちょっと今日任せていただきたいと思います。はい、DHC の乳酸菌と酵素が取れる欲張り青汁、はい、まずは美味しさ実感十本入りのお試しというものをご用意させていただきました、はい、これ10日間セットです、はい、お値段はワンコインの500円で結構です。税込み500円でご提供いたします。もちろん送料も無料です。じゃあ一杯簡単に誰だって計算できるぐらい50円だもんね、50円ですね。そこら の、 あのあれ飲むよりよっぽどいいよね。ぜひお試しください。財布にも優しい、優しいですよ、ね、はい、今日はぜひお電話いただければと思います。ただ特別価格のため、この乳酸菌と酵素が取れる欲張り青汁、はい、これのご購入のない方でお一人様1個1回限りとなりますので、 どうかご了承よろしくお願いいたします、はい、ではお問い合わせの電話番号を申し上げます。お問い合わせはおなじみの電話番号です。 0120-333-906、 0120-333-906、 DHC までどうぞ。お届け返品もお電話でお願いします、はい、0120-333-906、0120-333-906 DHC まで。どの青汁がいいのと迷っている方、これまで飲んだ青汁に物足りなかった方、ワンコインで試してみてはいかがでしょうか。柿田さんが自信を持ってるの分かりました。ありがとうございます。飲んだら分かりました、はい、ぜひね試してみてください。本当ですね、安いですからぜひ500円で試してみてください。それがいいと思います。柿田さんどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ではここで、うん、この曲お届けしましょう。スーパーフライの優しい気持ちで。
藤海と愉快な仲間たち前編。今日は富士山いただき3時間スペシャルということで2時から生放送でお送りしています。阿藤さん、はい、まだまだ行きますよ、寄ってくださいさあご紹介しましょうかはい、ね、富士山のあれったらもうこの方です。そうです、世界文化遺産の富士山をテーマに、はい、今日は午後5時まで生放送でお送りしていまして、この時間はスタジオにゲストをお迎えしております。静岡市出身の歌人で作家の田中明義さんです。こんにちは、はい、こんにちは、お久しぶりです。そうですね、あれ、はい、もう2年前でしたかね、はい、登録された後ぐらいでしたか、された直後ぐらいですかね、ですよね、はい、確かね、そう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 、阿藤さんと田中さんはお久しぶりということになりますね。すよ、はい、私は初めまして、初めましてですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そそ、はい、さあ田中さんね、2年前もこちらのスタジオにお越しいただきましたが、はいはいはい、簡単にプロフィールを紹介させていただきましょうか、はい、初めての方もいらっしゃると思いますので、はいはい、田中明義さん1970年4月19日静岡県静岡市生まれです。慶応技術大学総合政策学部1年生の時に第36回角川短歌賞を受賞。以降地球版奥の細道作りを目指し、世界各国を旅しながらルポルタージュ、紀行文、絵本などを執筆されます。2001年に国連の、WAFUNIF、 こちらはい、ワフニフという、ワフニフと親善大使に就任されます。はい、そして JICA の21世紀のボランティア事業のあり方検討委員会、ワールドユースピースサミット平和大使などをこれまで歴任されてきたということですね、うん、よく調べていただいて、もうめんどくさいプロフィールがいっぱいです。素晴らしい方ということですよ。36角川の短歌賞っていうのは、ね、はい、受賞っていうんですけど、はい、田中さんはどんなきっかけで短歌を読もうかと思われたんですか？はい、あの高校生ぐらいの頃にですね、当時高校生、はい、もうサラダ記念日がものすごくブームになっていて、でしたか、でも国語の教科書に出てくる世界とは違って、はい、あ、こういうふうにあの31文字を読んでもいいんだっていうこと で、はい、で僕はその後寺山修司の10代の短歌で、寺山さん行っちゃったんですか、短歌にハマっていってということで、はい、あ、じゃ あ、 あの普段 の、 あの生活のことをあの、はい、読むサラダ記念日は気楽に肩の力抜いてみたいな、そうですね、はい、そういうのがこういう世界でもいいんだと思いながら、はい、そして本格的に入っていこうと思ったのはもう寺山修司さんのようにですね31文字を使って演劇会とか映画を作ったりとかですね、もうそういうこういろんな言葉でいろんなジャンルの人たちとコラボレーションしてるような人たちに憧れて、見せられた、はい、で言葉の可能性ってすごいなと思って現在に至るという感じなんですけども、なかなかそのきっかけな、なかなかなんないですよね、サラダ記念日でみんなサラダ記念日すごい売れたから読んだと思うけど、はい、 そうですね、そういうふうにはなかなか、まあ、何人かいらっしゃると思いますけど、うん、短歌読むっていうふうまでいかないような、そうですよ ね、田中さん、これそんなこと言ったら失礼ですけど、一番最初読んだ短歌って、はい、覚えてらっしゃいます？なんでしたか ね、 ね、もう身近なことでしょうね、きっと、はい、五七五七七とかで数えながらなんか作ってたと思うんですけど、なるほどなるほど、その頃は、はい、多分最初はですね、あの、もうすぐ短歌賞に応募してしまったんですけれども、あ、そうなんですか、で、はい、何を作ってたかな、10代だったので、少年が半ズボンから取り出した、キャラメル何かの種かもしれず、はー、少年が半ズボンから取り出したキャラメル何かの種かもしれずっていう感じで、少年が何かをこう食べようとしたものも未来につながっていく種になっていくかもしれないと、でもそれも、寺山修司が空には本っていうことでですね、すごくそんなじゃあ影響があった、はい、あの青い種子は太陽の中にあるっていう言葉を寺山修司の本の中で出会って、では種っていろんなと、あの日常生活の中にあるものなんだなと、伸びていった生活、すげえ、いいな、キャラメルだと思った種かしらってな、ね、田中記念日にもそう通ずる、その身の回りのことから、はい、そうですね、スタートは、はい、ことからですね、はい、ことからそのもっと夢とかいろんなことにつなげて、言葉のすごさをですね、ね、はい、その短い文の中で想像
想がすごくできますしね。そう、はい、またあの俳句とは違ったあれですもんね。そうですね、もう仕事ね、俳句の方が似て非なるものというかですね、違いますね、もう瞬発力の勝負っていう感じもするんですけれども、ね、はい、短歌の方がこう、はい、もうちょっとあの小学生とかの作品も今日はあるようですけれども、あのすごく身近な世界なので、はい、小学生なりの楽しみ方もどちらかというとあるのが俳句より短歌かなと思うんですけれども、はい、じゃあ、あの今日今ね、はい、気になってるじっちゃんばっちゃん、はい、夏休みになりまして、はい、ね、孫さんがいて何とか言ったらあの田中さんのあれじゃないですけど、ポッとこういうのがあんだよって、はい、そうですね、やってみなって言ったらできちゃうかもしれないし ね、はい、どこに才能あるか分かんないし ね、 そうですね、今ちょうどあの富士山部というですね、静岡新聞さんもあのやってらっしゃる、はいはい、富士山部の活動で小学校、5年生6年生ぐらいに、あの今月7つの学校回ってるんですけど、小学生の参加もなかなか面白いですよ、発想力豊かでかもしれない。だから、はい、あのそういうふうに考えればもう堅苦しいね、はい、あ古今和歌集とかなんかっていうふうに、ね、ね、なっちゃうと、はるか彼方みたいな、あれはあれでいいんだが、はい、もう国語の教科書に出てくるのが短歌だと思ったら間違いでですね、そこですね、実際はもっともう坂本龍馬とかいろんな人たちが読んでますので、あ、そういうことですね、身近な日記、はい、日記みたいな感じでもいいですよね、はい、で今日はね富士山いただき3時間スペシャルということですので、2年前にね、2年前に来ていただいて、はい、それでまあ登録されました、はい、文化遺産に、はい、文化遺産に登録されて、その後その短歌にしてもいろんなこと変わりましたか？はい、そうですね、あの静岡県でいうとですね、富士山万葉集っていうのをもう毎年あの募集していてですね、万葉集、はい、もうこれは全国の人たちからあのいろんなお題がついてですね、富士山に関しての、例えば旅と富士山とかですね、まあ、そういういろんなあのお題がついているんですけれど、れども、でそれがもう今、10巻から12巻まで、そんなに来ましたか？もう万葉集と同じように何年もかけて20巻作ろうという計画で、今はもう数年経って12巻まで来てるんですけれども、これはそうすると一般の方が読まれたのを選ばれるんですか？はい、はい、あの一番最初にはですね、和歌山牧水とか、あの山弁、まあ、いろんな人たちですね、富士山を読んだ、はい、読んだ北原白秋とか、そういう人たちの作品も富士山百人誌としてまとめたこともあるんですけれども、はい、はい、でそれ以外でこの富士山万葉集はもう一般の方々の作品ですね、はい、もうこの静岡県の事業ということで、はい、県民の皆さんから富士山の短歌を募集して出来上がったということなんです。ちなみに、はい、勝手に選んだわけじゃなく、あ、そうですね、もう選考の委員の方いらっしゃって、はい、選考委員、あの私もその中の一人なんですけれども、もう私以外はですね、ここだけの話、まあ、聞いてらっしゃらないんで、あの率直に言っておくと、もうあの人間国宝のようなですね、もうすっごい、あの宮家の方々のところにお会いすると、ウェルカムでこう皇室の奥の院の方まで招かれるような方々が、ここだけの話ですけどね、もう人間国宝って、もうそんな方が選考委員なんですか？70代80代もう文化勲章は受賞されなんとかはっていう方々が、もうおじい様おばあ様って言ったら怒られてしまうと思いますけれども、大御所中の大御所の人たちが3名と一緒に、まあこういう世代で一応静岡だからっていう次の世代に つなげなきゃいけないないから、まあ、こういう孫世代も入れとこうっていう風に感じでおまけで入れてもらってるんですけど、大御所はすごいですか？やっぱり大御所チームはすごいですね。もういろんな作品が送られてくるんですけど、これは違う違うってもう一刀両断にしながらの選考委員なんですけど、これ大体どのくらいあの一般の方は応募してくれます？あ、はい、毎年あの100人種みたく100種を選ぶんですけれども、100人の一種ずつをですね、でも昨年でも一つの部門で2000数百名ぐらいの応募があって、増えてるんですかね、はい、増えてます、どんどん増えていて、子どもさんたちの作品も増えてますし、今年もまたもっと増えるんじゃないかというふうに、違うっていうんですか、まあ、大御所チーム、大御所チームはここだけの話ですけれども、はい、違う、そこ違う、はい、あのこれ選ばれたのありますね、これは食の何ですか、はい、そうです、食と富士山とか、食と富士山、はい、食べ物と富士山と、はいはいはい、ね、一見すると美人アナウンサーなんですけど、そうでもない、そういうあの自分あの選んだやつがありますんで、はい、あの、はい、素敵な一つだけじゃあ、はい、ね、ものがあったんで、100のうち一つ、はい、一つ紹介しましょうか、はい、はい、清水の方、はい、岡部幸喜さんという方の、はい、これ文章ですね、はい、夏休み富士山見ながらスイカ食べる、父さんのように大きくなるぞ
なるほど。これは、子供さんでしょうね。一般のこと言いつつ高校生とか学生さんですかね。割と若そうだなという感じがしましたね。はい、父さんのように大きく、今時だからね、スイカを食べても、はい、静岡県の子だなと思いますけどそうですね、スイカを食べながら、はい、ね、見てイメージするのは、はい、富士山お父さんのように富士山、ね、そこは精神的な部分でね、そうですね、精神的な部分で夢ですね。はい、まあ、そしてね、はい、こちらもありますよ、はい、これが富士山万葉集の10巻で、はい、秋の富士山、秋の、これ秋か、はい、秋の富士山、いろんなのあるんですね、はい、はい、一般の部ありまして、こちら違うぞって言ったんじゃないやつが、あ、そうですね、はいはい、木下佳代子さんの作品です。はい、赤とんぼ、夕日に染まる赤富士を背に溶け込みて一体となる。うん、今日は赤できましたね。赤とトマトに赤富士という、はい、なるほど、まあ、こうちょっとなんか映像的でね、はい、映るようなあれですね。そうですね、はい、あともう一句いいですか。はい、お願いします。はい、柴田和彦さんの作品です。学祭、はいはい、のソース焼きそば湧き上がる湯気に富士山踊る秋の日。なるほど、学園祭で、まあ、なんか日記帳みたいな感じですね。そうですね、食べ物だったので、これはですね、もう富士山となんとかっていう、トウモロコシだったりスイカだったり、学園祭の焼きそばだったり、いろんなそこの食べ物の個性豊かなものを選んでいこうと。なるほど、なるほど。そうでないとですね、もう富士山がプリンに見える、かき氷に見えるっていうのはもうたくさん来てですね、そうですね、こういう形のね、はい、もうおむすびに見えるとか、もうそこら辺は大御所チームが違う違う違うっていうのを一刀両断の最初の3文字を読んだぐらいで、これは違うっていう、でもそれもう選考委員会では分かるような気すんな。そうですね、プリンのプでも出ようものなら違うって言われながらっていう感じですね。そのように選考されておりますんで、はい、厳しくもあり、そうですね、新しいイメージを出せと、はい、個性豊かな新しい食材の方がっていう、なるほど、なるほど、今年の募集はまた違うものだと思うんですけど、なるほど、はい、私最後に一つこちらね、はい、11巻富士山万葉集、なんか子供の部、あ、子供さんの部、あ、いいですね、はい、一つ紹介させてください。梅木健人くんの作品です。別に僕は毎日富士山を見ているから富士山よりもサンマがいい。面白いこいつ面白い、はい、静岡の子だな、はい、富士山はサンマがいいって、はい、サンマの方がいいみたい。なるほど、 秋ですからね、秋だからな、はい、もう2000ぐらい応募が来るとですね、はい、2000種、はい、短歌の場合は1句ではなくて、はい、種という言い方をするんですけれども、種なんですね、失礼いたしました。2000種ぐらい来るともう大体似たようなですね、富士山は美しい、日本一綺麗、この3つが3大 NG ワードっていう、それ避けてください、これが応募する方、はい、ね、もう美しい、日本一綺麗っていう言葉ばっかりの中で、もう、はい、大御所チームがもう大変な状況になってるんです。やっぱり自分の個人個人の内面を素直にこう、そうですね、もう、はい、富士山は素晴らしいけれども、それよりもサンマの方が食べたいんだっていう、もうその子供の気持ちがあれば、それもうこういうものも個性的で生かそうっていう、静岡の子だよね、これ、ね、そうですよね、頭から別にって入ってますから ね、そう、すごいよね、今風の言葉だもんね。そうですね、別にね、はい、面白い面白い。最近だとですね、まだこれは、来年の応募分になるんですけれども、はいはい、富士山に真っ白い雪がですね、はい、輪のようにかかっていて、はいはい、富士山がフラフープをしてるようだっていう子供さんの作品があるんですよ。なるほど、なるほど。でもこれは個人的には押そうと思ってるんですけれども、なるほど、なるほど、美しい、日本一綺麗を言わずに、富士山がフラフープっていう発想は、もう千数百年富士山の短歌がたくさん読まれてきた中で、フラフープは初めて見たと。もう何万種何億種読まれた中でもフラフープは初めて、もうこういう多分個性豊かなものがきっといいんじゃないかと思うんですけれども。それでこの富士山万葉集ですけど、はい、毎年毎年テーマが違うんですか。テーマが違っていて、これいつあれですか、応募は。あ、はい、今まさに応募、応募やってるんですか今。はい、実施中でですね。テーマは何ですか今回は。はい、今年は、冬の富士山なんですね。冬ですよ。難しいぞこれ。真っ白ってなるで、ソフトクリームにしてはダメで、ダメ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 、かき氷もダメですね。ダメダメ、はい、あ、ダメだぞこれ。違った、もう日本一とも言わずに
に、はい、あの白さのもう荘厳な感じを表現していただくと。そうそうそれだ、はい、これ難しいぞ。そうですね、はい、そしてもう一つありますね、はい、あとは暮らしと富士山もありますかね、うん、あ、これ割と幅広いですね、はいはい、もう何でもありという、さっきのあれでもね、あのサンマでもいいし、はい、そうですね、例えばそういうことでもあるしな、うん、はい、もう何でもありだと思いますし、はい、この富士山の冬の富士山は一般の部と子どもの部と分かれているんですね、はいはい、そして暮らしと富士山は一般子ども共通の3区分で募集していると、はい、いやなかなかあの子どもの主をあれだな、はい、結構面白いですよ、もういろいろ個性的で、ただやっぱりかき氷が2000応募があると400ぐらいはかき氷なんですね。そんなにありますか。かき氷ソフトクリーム、皆さんかき氷ダメですよ、はい、NG ワードということで。そうですね、はい、はい、あの県のホームページから見ることができますので、うんうん、この冬の富士山ですとか、うん、暮らしと富士山、富士山万葉集、ぜひね応募したいという方、はい、9月の15日まで、はい、まだありますからね、うん、今7月ですから、はい、2ヶ月ぐらいありますのでね。これは何ですかね、やっとこれで今12まで読みまして13巻、はい、13から15が、はい、13、14、15、はい、来年の2月23日の富士山の日に発表になって、はい、富士山の日、そして万葉集と同じようにですね、はい、全部で20巻作ろうという。でも、もう田中さんだんだん少なくなってきて寂しくなりますね。あ、そうですね、あと残り、まあ、数年で、いやでもあまりに大御所の先生方なので、ええ、先生方がある程度お元気なうちでないといけないということで、ええ、もう80代90近い先生方がいらっしゃるので、いい、私からはそんな風には言えないんですけれども、まあ、先生がお元気のうちにということで、はい、あの万葉集完了したい。万葉集を、そうです、そうですね、まあ、でもそれだけ本当に歴史に残っていくものだと思いますんで、ね、そっか、代々ね、これがずっとつながるといいですよね。ですので、ね、皆さんの歌があるかもしれません。万葉集はどこ行ったら買えるんですか。これはですね、購入ではないんですけれども、あの静岡県の方で、くれるような状況にもなっていて、最初の方のはもう20,000冊、はい、欲しい欲しい欲しいっていう声が上がってるんだそうで、これまたこのラジオをやしたら、あ、そうですね、12巻まで欲しい、富士山万葉集、もう静岡県の方に富士山万葉集どこ行ったらもらえるんだっていう、そうでしょう、はい、まあ、実際はホームページで、あの、調べればもらえるようになってるんですけれども、そうですか、はい、実際今からでも間に合うんですか。間に合いますし、もうそれが2万が3万になると、また知事が嬉しそうにですね、あ、そうですか、我が富士山のこんなにもう需要があるんだっていうのを、じゃあ遠慮せずに、ね、そうですね、ぜひ欲しいという方は問い合わせを、静岡お願いいたします。県民が県の、はい、あのちゃんと税金払って作ってくれると、はい、そうですね、はい、世界遺産館みたいな、あのセクションがありますので、そちらでくれると思います。じゃあもう遠慮せずに、はい、頼んでみたらいいですね。そうですね、これいいですよ、はい、富士山万葉集、そして富士山万葉集の応募方法なども静岡県のホームページ、ね、ぜひチェックしてみてください、うん、はいはい、さあ田中さんとはまだまだこの後も続きます、まだまだ、はい、ではここで1曲お届けしましょう、はい、サンボマスターのできっこないをやらなくちゃ。
藤海と愉快な仲間たち後編。さあ今日は富士山いただき3時間スペシャルでお送りしています、はい、ゲストは静岡市出身の歌人で作家の田中明義さんです。引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。田中さん、はい、あの田中衆もね、富士山万葉集もそうですけど、はい、あのあれですけど、えカルタ。そうなんですよ、これはもう静岡新聞社さんがですね、数年前に総力を挙げて、はい、これはなんか みんなの、はい、富士山カルタ、みんなさんの富士山カルタということで、はい、あの、はい、応募はの最初の文面は県民から募集してですね、まずやってたんですか。で監修は今度はまたですね、あらあのもう100人富士山万葉集チームのような先生とはまた違うんですけれども、でも大御所、静岡を代表するですね、大学の先生たちとかですね、今東京でももう全国でいつもし富士山が噴火したら大変だっていうことで呼ばれるような静岡大学の先生とかですね、そしてあの SBS のラジオの土曜はご機嫌でもおなじみの山田先生とかがですね、もうみんなが5人これがいいあれがいいよ、監修先行いいってですね、はい、まあ、なかなかまとまんない、まとまんないですよそんな感じ。これは何ですか、今まずは、まず1個だけですかこれ、はい、カルタは、そうですね、はい、みんなの富士山カルタはまだ1つだけなんですけれども、はい、あの、はい、あから順番に和まで入っているんですけど、はい、じゃあ俺引くから、あの引きます、引きみたいですね、そうこれがいいじゃん、はいどうぞ、はい、はい、西側に深く息づく大沢崩れ、はい、大沢崩れというところがあるんですけれども、はい、それは西側でと、でそのカードを裏にしていただくと、解説が書いてあるんですけれども、ね、富士山西斜面にある日本最大規模の浸食谷、これは取材の先生が選んだな、そうです、この監修これ書く場所はですね、もうあのいろんな専門の先生たちが一字一句、こうじゃない、ここは違う、間違ってはいけないって、はい、言い合いながらですね、このあのカルタは多分取材の先生が、そうかもしれないですね、はい、行くよ、はい、どんどん行きますか、他は、その方が面白いじゃん、はい、はい、どうぞ、はい、間違って美人と言われる重永です、はい、そんな山頂の気象に挑む野中夫妻、はい、これは富士山の気象をですね、はい、野中至る千代子夫妻がですね、はい、あの昔もう大変な中で観測して、はい、新田次郎さんの小説にそれだよ俺がだから出たの、はい、あこれ観測図を作ってそう、あ出演されたんですね、はい、そうです、滝田実さんの時だよ俺、はい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 、はい、あそうですそうです、不要の人だ、そうですよね、まさにそこそのモデルになったものもちゃんと入れていきながらと、引きが強いですね、もう「あ」から「わ」とかまである中でご出演されたのは、ね、これがそうよ、9号目まで行ったやつ、はあ、9号目、はい、ああそうですね、撮影で9号目に行かれたんですって、はい、下からの木材を運んで、速攻場を作るという、もう大変な時代でご主人はもう病気にもなったりしながら奥さんが必死にっていう状況だったんですけれども、で他にもこの富士山カルタですね、例えばあの竹取の姫も愛した富士と月とか、こういうこう綺麗な感じもあれば、あとは私も知らなかったんですけど、貯蔵米で農民救う稲半左衛門と、いろいろ歴史を学べて、はい、学べるんですよ、あの宝永山の噴火が1707年にあった時に、はい、その被災地の復興のために江戸幕府の江戸奉行が、はい、大官奉行がですね、はい、あの静岡の人を助けてくれたんですよ、はい、それがこの稲半左衛門さんなんだっていうこともこのカルタで私もあのこんだけの話知りながらですね、はい、知らなかったと思いながら、じゃあラスト1個、はい、はい、行くよ、これ本当に学べますね、すごいすごい学べるよ、せーの、はい、最後1個1枚、はい、はい、この花咲くや姫、はい、火の山沈める女神様、はい、これはなんて富士山、神話に出てくる、あの富士山を冷める、富士山は、はい、岩永姫とこの花咲くや姫という、はい、もう女神様のその、桜にも例えられる美しい神様と言われているこの花咲くや姫様ですね、はい、最後に良かったじゃないか、お前美人で言われて、姫様、ね、女神様、この花咲くや姫は古代日本の美しい女神と書いてますよ、美しさの象徴ですからね、はい、
あとさんいいの引きましたね。いやー、しげながらな。持って帰ろうかなこれ。買えばいいじゃん。はい、買ってください。もう先日みんなの富士山カルタ税で静岡新聞社さんから発売されてます。はい、そうだよ。はい、お前とこのあれだよ、会社だから、関連会社だから。はい、あの一般の書店、新聞販売店で買えるということですので、皆さんぜひね。定価1600円お願いいたします。で税金です、はい、ね。そういうことですから、はい、また勉強できるから。そうです ね、これ本当盛り上がりますね。そうですね、あの楽しいですし、一つ一つでかなり盛り上がりますよね。ちょっとあのじっちゃんばっちゃんも孫と一緒にやったら、もう3世代でじいちゃんよく知ってるね。そうですよ ね、言われますよ ね、 言われますよね。これから夏休みに、ね、お孫さん帰ってきた時なのにいいかもしれませんね。で田中さんはですね、はい、このお会いしない間に、はい、本を2年間6冊7冊ぐらいせっせと書いてたんですよ。中の2つもう今日は用意してくださっていて、はい、はい、ありがとうございます、はい、まず1つ目が、はい、野口英世の母しか、偉大な母の祈りの物語。なるほど、はい、いやこちらね私も読んだんですけど、はい、涙が出ました。そうですよね、僕は、あの野口英世のことを知ってる人はたくさんいると思うんですけれども、そのお母さんが実はもう苦労してるんです、そんな状況の中でっていう。そうなんです、お母さんね。これあの実は、3.11 もう今4年4ヶ月経ちますけれども、東日本の復興のっていう状況の時に、はい、何かできないかなと思っていた時に、あの野口英世もしかも福島出身なんですけれども、ね、福島にかつてこんな女性がいたんだっていうことをちゃんと世の中に紹介するっていうこともあの役に立つんじゃないかなと思っても、大変な時代を乗り越えたお母さんを紹介させてもらいましたね。いや本当にこの野口静香さんの生き方というのはもう素晴らしいですね。もうお子さんのためになら何でもできる、はい、ね、もう何かね今忘れかけてるようなものをこう思い出してくれるような、思い出させてくれるような一冊ですよね。全然関係なかったんですけど、風評被害で、はい、会津の方がね、はい、風評被害でね、はい、すごかった時に取材に行ったことがあって、はい、その時にあの野口英世さんのお母さんのとかあの、うん、ね、成果とかなんかそういうのが ありますよね。あって、だからぜひあのもしあれでしたら、はい、あの夏休み旅行に行って、はい、あの見に行ったらいいですよ、またね、はい、本読んで行ったらいいと思います、そうですね、いただけたらと思います、はい、私この中の一つ好きな文章があるんですけど、はい、いいですか、ちょっとメモしたんで、すげえじゃん、お願いします、はい、うん、お世話になっている人を忘れてはいけない、うん、自分一人で今日の地位を得ているのではない、うん、恩知らずのそしりを受けぬよう、うん、謙虚に立ち振る舞うこと、決しておごることのないようにと、うん、それ野口英世に言ってんだね。そうです、はい、もう野口英世さんが教えてるんですね。野口英世が凱旋帰国をしたんですね、はい、いや本当にこう、しげなもそうだよ、忘れちゃいけないです ね、契約から社員になりなるほどなるほど、ね、立派なあの女子アナになり、 SBS のね、看板の一人、そうそう、もう明らかに看板です、はい、本当にもうね、まあ、人が言うほど美人ではないんですけどでもね、最初やっぱり会社に入るきっかけもやっぱり両親が後を押してくれた、背中を押してくれたっていうところもあると思うんで ね、改めてこう両親に感謝しなきゃいけないなということも思う一冊ですね。母親はどういうことしたらいいのかって悩んでる方、ヤンママ、ね、はい、読んでいただいたらいいかなと思います、ね、はい、ありがとうございます、はい、そしてもう一冊あるんですね、はい、こちらが雨土の宝、歌集ですね、はい、はい、こちらもね、味噌一文字に紡いでいるということで、はい、もうこちらは短歌集なの で、ね、あの地球盤奥の細道で、さあ世界に出ていこうと思って、はい、あのいろんな国で読んできたものがまとまったものなんですけれども、はい、ですのでもう世界のものもありますし、はい、田中さんらしさといいますか、やっぱり田中さんが持宗ご出身ということで、はいはいはい、持宗が大好きだなっていう一冊なのかなというのも感じました。やっぱりね、持宗の、ね、こととか、あとね、静岡の地名もたくさん、ね、ね、書いてあるんですよね、はい、持ち舟なんていい字だもんな、なんか読めないですよね、持ち舟なんてね。あ、そうですよね、そうですね、でもやっぱり海あって山あって、でも持ち舟からも富士山見えるので、そうなんですよね。そうか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 、あの一ついいですか、はい、あの読んで、ちょっと恥ずかしいですね、いいですか、はい、はい、どうぞ。これは田中さんの、はい、ものですね、作品です、はい、生しらすの好きに好きいる身をめでて、持ち舟こそが奥座敷なり。あ、なるほど、これはもう
もち宗の生のしらすをやっぱり読まなくてはっていうことなので、はい、あの徳川家康公と対話しながらご飯を食べてるっていう一連の短歌なんですけれども、その中で時空を超えてという感じで、もち宗が家康公にとっても奥座敷になるんじゃないかと。あ、そういうことか、はい、あ、誰の奥座敷かなと思ったら、はい、まあ、皆さんもそうかもしれませんけど、はい、そうですね、あ、そういうことだ、はい、さて、はい、いろんなことをね、あの2年間でもお礼になりました。はい、ありがとうございます、ね、で大御所ともチャチャチャと言いながら役所選び、ね、はい、で今後はどんなことをやろうと思ってますか。はい、あのこれですね、はい、せっかくなんで今日ここだけの話をしようと思ってたんですけど、大きい声でいいですか。実は、はい、あの富士山も世界遺産じゃないですか、はい、世界文化遺産、はい、和歌短歌も、はい、世界文化遺産に数年後なるという動きがもう実は進んでるんですよ。本当は俳句が世界遺産にっていう動きで日本政府も頑張ってたんですけど、はい、俳句はまだ歴史が400数十年ちょっと短いということで、短歌がなるんだったら俳句もっていう動きも少しずつあって、今度逆になったんですね、はい、それで実はあの国の、国家になってる唯一の詩の形とかですね、はい、短歌が世界遺産にっていう動きがもう数年後東京オリンピックあたりまでには X デーが来ると思うので、皆さんぜひ富士山の短歌をはじめいろんな短歌にチャレンジしてほしいと思いますし、そうですか、世界遺産になる、世界遺産になる日が来るんじゃないかと、もうなるわ、これ以上私は言えないんですけど、ここだけの内緒話。世界中考えても、あの五四五七七で一つの歌をまとめるなんてありえないですもんね。なかなかもうこういう短いフレーズでっていうのは世界的に貴重なものですので、そうですか、楽しみですね、はい、そうですね、期待が高まりますね。じゃあ今年もまた一つあのダメダメと言われながら、そうです、あの100人、ね、富士山万葉集、選考委員会も機会があればもうあの取材にいらしていただけたらと思いますので、いや本当に選考してるところ私見たいですよ、はい、それ言ったらいいですよ。そうです、ね、ぜひぜひいらしてください。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、今日のゲストは静岡市出身の歌人で作家の田中昭義さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。阿藤さん、はい、今忙しい女性世の中に多いですよね、うん、これ大事だよ、今日は大事だよ、昨日の話が、はい、茂永もそうだよ、そうです、ね、私もその中の一人です、はい、そして年齢肌にお悩みを持っている皆さんの強い味方になってくれる、うん、静岡生まれのオールインワンエッセンスのご紹介です、はい、今日は YSK 働く女性研究所の金田さんにお越しいただいています。どうもよろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします、はい、YSK ってわかるね。 YSK 、うん、はい、わかんない、何の略か、何でしょうか。八重洲の、うん、だからグルコサミンの会社、はい、あ、 YSK、 はい、うん、八重洲の会社ですよね、うん、はい、それは存じ上げております。それは YSK、 はい、わかる、はい、そこが研究したんだよ。そうですよね、はい、はい、うん、静岡生まれですもんね。そうだよ、はい、うん、お願いいたします、ね、はい、ということで、まあ、本当に何つうか家事やんなきゃいけない、はい、仕事もしなきゃいけないって、はい、あの肌の手入れなんか、まあ、どっか行っちゃって、あの、どうしたもんだっていうのがね。そうなんですよ、時間がなくなっちゃってね、そういうことがあると思いますが、ね、今日はですね、金田さんがいい話を持ってきてくれました、はい、ね、一つよろしくお願いします、はい、それでは早速ですね、重永さん、世の中忙しい女性の綺麗をサポートすべく、
今回はオールインワンエッセンスという化粧品を開発したので、はい、ぜひご紹介したいと思います、はい、オールインワンってのがいいでしょ。オールインワンじゃないとな。そうなんです。難しいもんな、はい、1本で、はい、ね、済んじゃうっていうやつね、はいはい、早速ですけど静岡生まれというのはどういうことなんでしょうか。はい、先ほどアトさんも言ってたんですけど YSK 焼津水産化学工業という会社なんですが、はい、はい、YSK 焼津水産化学工業ですね。ういうです、はい、で私たちは実はあの食品素材メーカーとして大手食品会社様に、健康と美容にいい素材を作り続けてきたんですね、はい、でこの素材メーカーとしての強みを生かして直接お客様を笑顔にしたいと思いまして、私たち YSK 働く女性研究所をあの社内の女性メンバーでーあのそういったブランドを立ち上げたんです、はい、女性メンバーですよ。これ UMI とはまたちょっと違う。そうなんで す, そうです、ね、女性だけで、はい、まあ、兄弟会社みたいなもんだけど、はい、そっか、うん、はい、そうなんで す, で、ね、す、はい、女性って仕事とか家事とか育児毎日忙しいですよね、はいはい、でそんな女性たちを応援したい、まあ、毎日頑張っている女性が美しくキラキラと輝ける明日のお手伝いをしたい、そんな思いから生まれたのが今回ご紹介するこのナグプラスなんです。ナグプラス、はい、はい、で焼津水産化学工業といえばあのアトさんもご存知の、はい、N アセチルグルコサミンの研究をですね約30年前から続けてるんですけども、はい、この N アセチルグルコサミン、私たちこれをナグと呼んでるんですけど、うん、このナグをナグがちょっとお肌にとってもいい潤い成分っていうことが分かってるんですね、はい、で今回お持ちしたのがこのナグを贅沢に配合した化粧品ナグプラスオールインワンエッセンスです、うん、はい、これ私たち自分たちで作っているので、はい、このナグをこれをいっぱいあの使えるんですね、はい、はいはいはい、この中にいっぱい入ってます うちだけです。この N アセチルグルコサミンですから、はい、N、はい、うん、アセチルの A グルコサミンで G、はい、あ、それでナグ、そう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 、そうなんです。それで、はい、なんつっても、もう口を酸っぱく前田さんから先ほどね説明していろいろくれましたけど、はい、もうあとさん大きい声じゃ言えないんですけど、はい、N アセチルグルコサミンはあれ肌にいいんです。そうなんです。密かに言われた本当に俺、はい、あとさん随分あのあれですよって最初の頃から比べたら綺麗になりましたよって言われて、そういうのがあってどうすんだよそれも、だって抽出するわけにいかないじゃん、はい、N アセチルグルコサミンね、したらこの新しく作ってくれたのがこれですよ、はい、そうなんです。で節々っていうイメージあるじゃん、エンナーセチルグルコサミンね、じゃ違うんです。ナグプラスはですね、だからそういう肌にいいというような特徴を、はい、抽出したエナ、あのアセチルグルコサミンから肌にいい部分をね、はい、そこがやっとだから、だからあの前田さんはやったあのドヤ顔するんですほらねっていうね、そうね、はい、このナグっていうのがですね何かっていうとヒアルロン酸の元になるとっても効率的な成分になるんですが、はい、こちら分子がとっても小さいので、とっても浸透力があるんですね、はい、でこの浸透力なんとヒアルロン酸の44倍にもなるんです、はあ、はい、でこの浸透力がいあの高いこのナグをですねこの1本に1万ミリグラム贅沢に配合したのがこちらのオールインワンエッセンスになります、うん、ヒアルロン酸よりも44倍良いものが1万ミリグラムも配合しているとい、はい、いうことですね、はい、うちだけですねこんだけ贅沢な配合ができるのは、ね、いや、 やっぱりお肌に敏感な女性は嬉しいですよね、うんうん、そうですね、はい、そうだからそういう人はこれ使ったらすぐ分かるんじゃないかな。そうですよね、あの違いが分かりますかね、はい、ね、そう思う、うん、これね、実はこのナグっていうのが非常に高価な素材なんですけど、うん、はい、私たちその素材メーカーなので、ええ、あのこれをたっぷり使うことができるんですね。なるほどなるほど、はい、で忙しい女性って日常のお手入れの時間をあの短縮したいっていうのもあるんですけど、うん、分かる分かる、ただしっかりお手入れだけはしっかりしたい、うん、だからこそこの効率のいい成分を毎日のケアに役立ててほしいなと思います、うん、ね、まさに忙しいもう働く女性にぴったりな感じがしますよね、はい、そうだね、スピードがあるもんね、ちゃちゃっとね、そうです、はい、でこれちょっともう一つあの、はい、注目してもらいたいのがこのプッシュボトル式のポンプ式の容器なんで す、 です、ね、これ、はい、はいはい、とってもちょっとオレンジの、あ、ここですね、もう上をプッシュすれば出てくるという形ですね、すごく清潔でも保てますし、そうだ、はい、簡単だし、はい、これ実はお風呂の中に持っていけるんですよ、防水性のボトルなので、なるほど、あ、はい、そうなんですか、あ、それも時間短縮になる、もうそうなんです、お風呂の中で、
化粧水をつけることができるということで、ええ、はい、でお風呂の中って毛穴が開いてる状態じゃないですか、はい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 、なのでこのさっきも言いましたけどヒアルロン酸浸透力がいい、そう浸透力がいい、あのヒアルロン酸の44倍もの浸透力がもうぐんぐん入っていくんですね、へえ、はい、私あのもうあのねこちらがあの南雲が来てからですね、これあの私使わせていただきまして、はい、なんだっちゃうかってチュッとやってこう、はい、簡単にできるという、そうなんです、テレビ見ながらできちゃったりとか、そう簡単だしね、サラサラでベトつかないですね、今使っていた、はい、サラサラでしょ、今私使ってみました、サラ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 、はい、うん、もうすぐに入ってくんですね、これ馴染みもいいし、うん、確かに、はい、そうなんです。でこれ1本だけであの化粧水と乳液と美容液の機能が備ってますので、はい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 、もう時短でしっかりお手入れしたい忙しい女性、すべての女性にぜひ使っていただきたいなと思ってます。そうだよね、はい、これで3回目ですかね。あ、そうですね、はい、今回ね紹介するのね、はい、これどうですか反響は。あ、これもなんかすごくよくって、やっぱ1本だけで済むっていうのが、まずぶつけていただいても、放送しながら塗ってますから、ね、そうなんですよ、これ日焼けしちゃってこないだよ日焼けとかにすごいんですよ、乾燥するじゃないですか、ね、これから夏にはいいよ、はい、そうなんです、そうなんだよ、へえ、この間もうお風呂上がりにすぐこれだけつけて OK ってことですもんね、お風呂の中でもつけれるので、そうそう、あ、そうか、お風呂の中でも使えるんですもんね、ちょっとスースーっとしてあの温まったりとかっていう時にシュシュッと、そうなんですよ、俺あの本当にあの表に出るロケが多いんで、あのあなんだカサカサしちゃったなったらこれをナグ、そうなんです、もうこれ名前の簡単に言うナグ、ナグ、ナグをね使ってね、はい、このナグプラスオールインワンエッセンス、どうすれば手に入りますか。そうですね、はい、このナグプラスオールインワンエッセンス、この1本約30日分となってるんですけども、はい、通常価格税抜き4500円のところ、今回はなんと初回限定の特別価格、うん、58% オフの税抜き1850円、1850円でご提供させていただきたいと思います。はい、はい、なお消費税は別途頂戴します。はい、ただですね、送料代引き手数料ともに無料とさせていただきます。はいはい、で今回はですね、特別に30日間全額返金保証もお付けいたします。はい、はい、で数に限りがございますので一世帯様1本限りでお願いいたします。はい、はい、金田さん、はい、ご注文方法もお願いします。はい、それでは SBS ラジオを聞いたとおっしゃってお電話でお申し込みください。フリーダイヤル0120-444-189 繰り返します。0120-444-189 です。ぜひこの機会に多くの皆様にお試しいただきたいです。私ね、あの愉快通貨アート会は本当にね、YSK の研究した、はい、商品が順番にこう出てきて、N アセチルグルコサミンもそうだし、はい、この商品もそうだし、そうね、ま、ね、あの大人のための前菜、うん、はい、ま、全部研究したところですよ、YSK で研究所があってね、詳しいですからね、いや、そう、いやいやいや本当に工場にも行ってますし、そういうこともあって、ね、静岡の誇りですよね、本当そうですよ、ぜひ皆様に使っていただきたいと思います、ね、そうです、早めに使った方がいいですよ、これから日差しがすごくなりますから、はい、そうですね、でだから静岡働く女性の皆さん、それから忙しいという方ですね、これ一本あればいいですから、焼津水産化学工業のナグプラスオールインワンエッセンス、これぜひ試してください。今日はもう本当に半分以下ですから値段。そうですね。こんなにお得に買えることないので、ね、ないですないですないです、はい。ぜひ試していただけたらと思います。はい、金田さん今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではここでこの曲をお届けしましょう。はい、ドリームズカムトゥルー晴れたらいいね。
な声でなんだかな。視聴者の方はね、素晴らしいです。なんだかながないといえばすっとファックスをくれたりいろいろしてます、ありがたいです、ね、まず紹介したいと思います。麻藤さん、ともちゃん。俺ともちゃん珍しいね、言われ方は。はい、親しくなってきてるね。そうですね、 SBS の視聴者と。はい、ありがたいですね。ともちゃん初めてだわ。はい、もう本当にね、あの日本でともちゃんって言ったら川原智美さんか重永智子か。違う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 、そんなのいいから。違う、それと、はい、区別になくていいから。ね、区別しなくていいから。はい、麻藤さんとともちゃん初めて聞いた。とも、はい、ちゃんこんにちは。こんにちは。1ヶ月に1回の麻藤さんの番組でも、家で番組をいつもなら聞くはずが今日は忙しい。うん、なんでこんなに予定が立て込むのかよ。なんだかなって感じです。せめて中野製菓かりんとうセット欲しいですよ。なんだかなじゃんちっともねえけど。 M のパパ、 M のパパは古いんだもん。そうですね、そうなんです。どうもどうもありがとうございます。聞いていただいてありがたいですね。はい、はいはい、こちらの方は浜松市のラジオネームコータさんからです。はい、お母さんは毎日氷をボリボリ食べています。はい、歯医者さんに歯が欠けますよと言われたのに、やめられないみたいです。ああ、そう、一番涼しいからな。すいません、麻藤さんちょっと代わりに寄ってください。何、どうしたんだよ。ちょっと笑っちゃって。何それ。すいません。硬い氷をあっという間に食べてしまうお母さん、なんだかな。かりんと氷の代わりになるかな。柔らかすぎるかもしんねえな。ちょっと柔らかいかも、ね、なんか手応えがないよとか言ってな。あと冷たくないっていうかもしれないですね。お母さんは太くないし、たくさん食べても太らないみたいだからいいかな。ラジオネームコウタ、コウタかわいいやつだな、ありがたいです、ね、すいません途中で読めなくて。いや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 。そんなに氷大好きなんですね、お母さん。いや、だ冷えるからちょうどいいんじゃねえの、こうなんかこう体に振ってな。ああ、そういう感じするよ、最近トレーニングで体重が落ちました。えらいね、えらいね。でもね、脂肪が落ちてアスリート波の一桁。ああ、すごいじゃん、痩せたのはいいんですが、はい、痩せたために皮がたるんじゃったみたいで。そう、脂肪が取れちゃったとか。あ、そっか、うん、か急に痩せるとこうなっちゃうから、うん、あ、そうなんだ、うん、特にお腹周りが気になります、うん、だらーんとしてるし、あれあら、なんだかな、おい。なんか今想像しちゃったな、はい、みっともないですよ。麻藤さんもかなりダイエットして痩せたって聞きましたが、皮たるんでませんか。何かいい方法はないでしょうかね。オングスキャップさんですね、ラジオネームのね。はい、ね、俺はあの腹筋、あの通販で買った腹筋、じゃん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 ってやつ、あれやったりとか、はいはい、あと歩くとか、自宅で結構、まあ、そうそう、歩くとかトレーニングされてるんですか。歩くとかね、そんなんだね、はい、うん、歩くとか、あとは食べるものを気をつけるとかね、ある程度ね。それでもあんまり落ちないよ、その落ちたの偉いよね。いや、本当にすごいですよね。あの表彰状みたいに、たるんでる分は表彰状みたいなもんだよ。はい、はい、では袋井市のラジオネームことことさんからのメッセージです。富士山が世界遺産に登録されて2年目、うん、そうだね、あちこちの山が暴れ、富士山の兄弟山でもある箱根山も、静かな富士山でいてもらいたいものです。はいはい、富士山と全く関係ないんですが、なんだかなと思うことは、草食系です。絶食系と草食系の上を行く言葉もあるようです。草食系は恋愛に消極的だそうですが、草食動物は繁殖力が強く子だくさんですよ。ですので、草食系っていうのはどうなんですか。使い方が違うんじゃねえかと。なんだかなっていうことですね。使い方が違うかもしれないなってことだな。草食系もっと本当はすげえんだよと。肉系だと強そうに見えるけど。草食系でもそれなりにちゃんとしっかり繁殖力もあるし、子だくさんだと。その使い方はどうなんだと。ああ、そうか、言われてみたらね、なんとなく、そう、肉食草食でこう分けられてる感じは。分かるような分かんないようなな。そうですね。ただ明らかにあの女の子の方が力強いけど、男の子が傷つくのが嫌だから恋愛しないっていうのが多いよなって聞くの、あと仕事場でな、AD さん、はい、アシスタントディレクターとかいっぱいいるじゃん。いらっしゃいますね。女の子は残るけど男の子は辞めてく。ああ、そうなんだ。3日3週間 3ヶ月。3日います。3日3週間じゃあ3日いれば3週間は持つけど。ああ、そういうことですか、うん、そうそう、へえ。あっという間に辞めてくよ、女の子の方が強い。
あ、うん、女子の方が今強いんですかね。強い、忍耐強い。だからこれやりたいって言ったら女の子は、うん、あの逆だけどな、昔男の子がこれやりたいって言ったらやるんだけど、もうすぐやめていく。へ、そういう時代、うん。明日ゴルフの予定です、はい。ここのところ雨が続いていたので1週間前から天気予報を気にしていました。明日の降水確率は低くなりましたが、逆にすごく暑くなりそうです、うん、涼しい日が多かったのになんだかなです。隠れ茂永ファンです。なんで隠れなきゃいけないのかな。いいよ、全面的に出てきていいですよ。そこで、はい、茂永アナにお願いです。えのっちさん、明日のゴルフは熱中症に注意して楽しんでくださいと、人妻のお色気たっぷりにお願いします。すごいですね。あ、全然隠れファンの方ですね。いいから早くやれ、はい、それ。はい、行きます。もう一回行くよ。はい。のっちさん、明日のゴルフ熱中症に注意して楽しんでくださいと、はい、人妻のお色気たっぷりでお願いします。お願いします。のっちさん、明日のゴルフは熱中症に注意して楽しんでくださいね。あんまり色っぽくねえな。ちゃん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 。ではここで曲いきましょう。のっちさんね、のっちさんね、はい、やってくれましたから楽しんできてください。そうです ね、水分補給たっぷりしてくださいね。してくださいね。さあ続いてはスタジオにゲストをお招きしています、はい、夏休みにここに出かけようという方もいらっしゃると思います。泉都市パラダイス副飼育長の土屋浩二さんにお越しいただきました。土屋さん、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この間、先週は、先月はね、電話でお聞きして、はい、もうそうなら来てもらっちゃったが早いんじゃねえかってなことで、そうでしたね、詳しくね聞いた方がねいいかなと。お子さんも好きな方がね いっぱいいらっしゃると思います。いると思いますね。そういうことで、だいたい駿河湾っていうのは、土屋さん、はい、どのくらい の魚とかいろんなものが生きてるもんですか。そうですね、駿河湾でだいたい今言われてるのが、ね、だいたい1000種類ぐらいの魚類がいるんじゃないかって言われてます。すごい多いですね、はい、やっぱりね、はい、多いですね。駿河湾相模湾も多いって言われてるんですよね。そうですね、世界で種類が、はい、でそのうちの何種類ぐらいがシーパラダイスはあれですか。うちはですね、およそですね300種類ぐらい、まあお魚以外のものも含めてなんですけども。多いじゃないですか。でもそうですね、結構な種類をですね飼育してます。はい、まずそれが駿河湾の魚関係とか、はい、生きてるものとか。そうですね、こんなのあるよって、はい、もうじゃあ理科の報告のレポートすぐできちゃいます。そうですね、いろんな生き物たくさんいますから ね、はいはい、子供さんの悩んだら言ってください、シーパラダイス。はい、ぜひね、はい、相模湾 の、はい、の生き物みたいなね、簡単です。はい、それから自然の家を利用してるんですか。そうなんです、目の前駿河湾なんですけども、その一部をですね、仕切ったような形で、動物たちがのびのびとですね、まず中にイルカいますね。それからアザラシ、アザラシ、はい、アシカもおります。オットセイなんかもいますね。へ、はい、それ以外にあとお魚類ですね。じゃあイルカとかで飛んでやってますか。ピッピやってますよ。はい、元気にピッピ飛んでイルカのショーも、そうです、ショーもやります。あります。すごいもんね、はい、ピョンとかね、ね、また世界遺産の富士山も眺めながら見られるんですか。見れるんですか、富士山。見れます、見れます。お天気の日には目の前に、ね、見えたな、はい、見えたな、確かな、はい、見えますよ。そして夏休み前ということですので、はい、これからイベントもたくさんあるようですね。そうなんです、夏休みなので、いろんなイベントをね、用意させていただいております。はい、
まあ、あの毎年恒例でやってるものとしましてドルフィンザブーンというのがありまして、いい名前だ、暑い中涼しそうだ な, そうなんです夏恒例のイベントなんですけども、はい、あのイルカのショーに出てるねイルカたちが発生させるこの水しぶきですね、これをあの奥様たちとかにですね浴びていただこうという、まあ、そういうイベントなんですけども、なるほど、はい、いいな、そうなんです、ガーシーパッド入っていけばいいですか、そうです、そうです、ところが全員じゃないですよ、そうですね、一応、まあ、20名様限定という形になるんですけども、うん、各賞の、会に20名様ずつできますので、結構じゃあそうです、ね、大丈夫だで、いけますいけます、はい、あれいいんだよ、じゃあねーってそうですね本当にもう名前の通りドルフィンザブーンということで、はい、シャワーだと思わないでください、本当にザブーンなので、本当にザブーンなんですねザバーンから水響きがキャーって言ってもうびしょびしょです、あー夏にはね涼しい体験ですよね、だから海水パンツで行かないで普通の服で行ってください、びしょ濡れになるのも面白いかなと、そうですね、はい、着替えを持っていけばいいです、ね、そうですね、そうそうそう、乾いちゃうから T シャツも売ってますんで、はい、ぜひ、はい、なるほど上手、そうですね、いや本当にでもね普通のあれで行った方がねなんかなんつうのかしら、うん、面白みがあるじゃん、そうですね、そうですね、あの、はい、中で海水パンツだと面白くねえじゃん、濡れても濡れても当たり前だから、そうそうそう、いい記念になりますね、どのくらい飛んでくるのかな、あの、ね、すごい勢いできそうですよね、そう、ます、ます、はい、まずそれがある、はい、そしてさらにですね、ドキドキイルカウォッチング、まあ、これはですね、なるほど、はい、ゴムボートに乗っていただいて、まあ、あの普段やってショーをやってるような会場にはなるんですけども、はいはいはい、そこのですねその自然の海を仕切った入り江ですね、はい、そこへ繰り出してって、まあ、イルカたちを近くで見てもらおうという、はい、まあ、こういうイベントです、はい、実際上触れたりするんですか、触るのはやってない、そうですね、あの触れる時もあります、それはあのイルカさんの気分に、イルカの状況だね、そうですね、ふーっとのんびりふーっと浮かんできたりなんかしたら、そうですね、もし近くに来たら触れるかもっていう感じね、思っててください、あ、はい、一つだけあのふーって息するとこありますんで、 そこだけは、ね、触らないでください、穴が入ってますから、俺何度も触ってるんで、はい、上に乗っかって泳いだこともありますよ、そうだったんですね、なかなかやってますよ俺すごいですね、俺いいよ、俺いいよって言いながらやったら面白くてハマっちゃうんですね、あ、面白いですよ、イルカさんはおとなしいですから、このドキドキイルカウォッチング参加費は、そうですね、こちらはお一人様、まあ、1000円という形でやらせていただいております、はい、でボートがですね、毎回なんですけども、はい、4人限定という形になってますので、数に限りはございますけども、うん、はい、ライフジャケットを着用していただいて参加していただけるイベントになっております、はい、明るい時間だけではありません、はい、そうなの、夜のショーもあるんですよね、はい、水戸市プレミアムナイトということでですね、はい、8月の13、14、15の3日間ですけども、夜のショー、それからですね、夜の水族館の中ですね、こういった部分を楽しんでいただける、イベントになっておりまして、はい、この3日間はですね夜の8時半まで、営業するようになってます、で最終入場は限定があって7時半、ね、午後7時半まで、そうですね、までに入っていただければ、ね、はい、そういうことですね、ね、なかなか見られないところをね、はい、そうですね、見られるということになりそうです、はい、さらに水戸市ではこの夏に新しい施設が2つオープンするんですね、そうなんですよ、教えてください、はい、新しい施設がですね、まず、今月7月の1日にすでにオープンしてるんですけども、はい、こちらが水戸市ミニパラダイスという場所になりまして、お子様向けのですね、まあ、キッズコーナーなんですが、いろいろな場所にね、こう海の中で住んでる生き物がいると思うんですけども、はい、そういった生き物たちの生活をですね、こう遊具を使ってですね、お子様たちに体験していただこうという、まあ、こういったコーナーです。え、それ何ですかね、遊具って何を 使うんですか、はい、例えばですね、いろいろな筒ですとか石の間ですとか、いろんなところにこう生き物が隠れて生活して、はい、うん、そういったところをですね、実際に、パイプみたいな中に入っていただいて、中に入るってどういうこと、ですね、大きなこのパイプみたいなのがありまして、ちょっとこう、うちのやつはサメの形してるんですけども、その中に水槽があって、そういったところをですね入って、生き物を探してもらうとか、はい、さらにはですね、チンアナゴってご存知ですか、細いね、かわいらしいアナゴが砂からこう顔だけ出してピコッと、はいはいはい、それと同じようにですね、こう穴の開いた、ところからですね顔を出して、同じように向こうも砂からこう穴から顔を出してるので、同じような形で生き物をこう観察していただいたりとかですね、もっとあの眺めてるよりこっちから見つけて探すみたいな感じですね、そうですね、ね、同じような感じで見てもらおうという、はい、水戸市ミニパラダイス、はい、そうですね、はい、そしてもう一つは、はい、もう一つはですね、これがですね、どん底というネーミングがついてるんですけども、どん底どん底何なんですか、はい、気になる、先ほどですねお話に出ていましたこの駿河湾、日本で一番深い湾というわけで、1500m だと、そうですね、この湾に生息する生き物を、集めた大型の水槽をですね、
スタートすることになりました。こちらが7月の18日にオープンなんですけども、そうですか、はい、こちらではですね、深海の世界一大きなカニ、タカアシガニとかですね、それからサメ類、はい、そういったものを中心に展示して、あとは、タッチコーナーですね、こういったところで深海生物の解説なんかもやっていこうと思っております。タカアシガニにも触れるんですか？そうなんです、はい、ですね、触れるんですって、はい、アトさん。タカアシガニはまだいいでしょう、触るのは、ま、なかなか触る機会ないですよね。そうですね、このどん底に行けば触れるって高橋が、ね、何メーターですかね、はい、300メーターかな、もっとかな、深さですか、うん、ですね、もっと深いところにもいる場合ありますね、サメは1500メーターもいるし、深いところにはいろいろいますね。この間、深海おじさんの長谷川さんの船に乗せてもらって、はいはい、70億分の2とか行って、海水1500メートルのサメを釣って食べさせてもらう。おー、すごいですね、すげーうまかった美味しかったですか？お腹がちょっとぷっくらしたサメ で、ね、なんとかお腹丸夢ザメとか言うんで、白身で、で、あとあれですよ、あのフグよの、あの天然のフグより甘みがあったり。あ、美味しかったですか？美味しかったです。あ、それは貴重な体験ですね。あのこれ見に行ってね、ノコギリザメとか見た方がいいと思いますけど、こうあるじゃないですか、サメ、サメの3分の1が肝、肝臓。そうですね。あ、ね、あの深海のサメ、はいはい、肝臓大きいのがね、すごいんだよ。ですね、はい、はい、ね、だから、だからあのサメ酒飲んでも酔わない飲まないっていうのだけど本当にね、そうです、俺びっくりして、はい、だから強いんだよね。肝臓が大きい魚、あのサメ類多いです。あの昔肝油なんかいうのがね、肝油使ったからね、の原料になるんですけども。あ、そうだ、肝油、はい、そうそうそう、それでその肝を食わせてもらったら、あん肝よりうまい。へえ、そうなんですか。だから深海って圧力かかってたりいろんなこともあって、そうですね、はい、だからこの不思議なあの生き物を見に行った方がいいね。そうですね、食べさせてもらえないけど、そうですね、食べるのはちょっと難しいんですけどね、展示ということなので、うん、そうですね、はい、深海ってやっぱり普通にあの泳いでる魚とはまた違うっていう強さとか、うん、あれを持ってる、はあ、それびっくりした。はい、うん、でこちらが7月18日、まもなくオープンですね。まもなくですね、はい、楽しみですね。どん底、どん底、はい、水戸市ミニパラダイスとどん底が今年からできる施設ということで、ぜひね、皆さんに行っていただきたいです。では土屋さん、はい、お問い合わせ先お願いします。はい、はい、お問い合わせは、電話番号055-943-2331までお願いいたします。はい、繰り返します、055-943-2331です。この時間は泉都市パラダイス副飼育長の土屋浩二さんにお話を伺いました。土屋さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。イベントの、ね、日にちとかなんかまたね、あれだったらね、見てもらって、はい、まあ、ホームページなどにも、そうですね、はい、掲載されております。あの、皆さんと土屋さんとか電話してください、はい、お願いいたします。土屋さんは説明してないんですか？そうです。どっか出てないですか？土屋さんもいらっしゃいますか？あの、場合によっては解説なんかもあることもあると思います。あ、そうですか、はい、探してみてください。普段ありますから、土屋さんって書いてあったら探してください。ラジオで説明してくれる土屋さんだって、はい、土屋さんって言ったら挨拶してくれます、ね、はい、どうも。ネームプレートをチェックしてください。夏休みのみんなに優しくしてやってください。お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。ではここで一曲、はい、辻彩の風になる。
言っちゃおうかな、あっという話。さあ、しげな、今日の番組は富士山いただき3時間スペシャルでございます。はい、よく言えました。5時までこの後生放送でお送りしていますよ。さあ、行きますよ。いっぱいね、富士山に関してありますからね。はい、富士登山まだ未経験です。はい、そういう方もいますね。静岡県にいてね、幸せなことにいつも美しい富士山の姿を見ることができ満足している私、うん、56歳特別スポーツをしているわけでもなく、うん、今さら過酷な富士山は無理なのではと思っています。うん、富士山は少し離れたところから見るのが最高と思っちゃいます。うん、かりんとう大好きですラムネさん島田市の方です。さっきの僕みたいな、はい、なんだっけ最初で読み出しあれなんつったっけあれが良かったじゃん僕のあサンマ別に僕は別に僕これ似たようなあれだねどっちかというとサンマがいいカリントが好きカリントがいいよね別に僕別に私の富士山登らなくてもね富士山見ながらカリント食べたいそういう感じだねね、それいいね。暮らしと富士山で行けるかもしれない。あ、でこれな、かりんとうだったらダメって言われないかな、うん、大丈夫かな。サンマがのは面白いかな。サンマそうですね、あ、うん、あ、まあ、かりんとうも古い食べ物だからいいかもな。そう、かりんとうも結構ねいいかもしれない。心に響くかもしれない。なはい、はい、こちらラジオネーム静岡市清水区ターコさんです。ターコさん、はい、はい、富士登山は社会人になった年の夏に会社の行事として参加した時のことを思い出します。9合目でダウンしてしまったので、うん、代わりにそう宝永山を登って須走を、うん、下って帰ってきました。うん、初登山で想像していたよりも大変でした。うん、心残りだったのかその後何回も富士山の夢を見ました。うん、富士山は眺めているだけでいいなと今は思っています。みんななんかどっかで逃げてる感じがしないではないけどな、はい、なそう、まあ、それはそれでいいよな。だいいもんな。うん、ただ本当に富士山はな、冬の間が空気がきれいな時に寒い時にふっと出てくるけど、あったかくなってきた日にはもう見えない姿を見せてもらえないよ ね、 そうなんですよね。なかなかこのところがじゃあ一年中見れるのかったら見れないからね。そうなんですよね。夏山はね、お姿見れませんね。そういうことですよ。ね、この方です。はい、お二人様こんにちは。富士山は二十歳の頃登山しました。ほら、ね、えらいじゃん。はい、5合目から昼頃スタート。ところが9合目で台風が、また9合目だ。あら、9合目で台風がやむなく下山。あら、あー、そうだったんだ。寒くて砂走りは靴の中は砂で重く大変だった思い出があります。うん、一度登ったということで満足しています。ほら、ね、ちなみに70歳のババアです。今年も早いものでそんな季節になりましたね。うん、浜松の涼子さんです。かりんとプレゼント大好きです。希望しますかりんとね。みんなかりんと大好きですね。かりんと大好きですね。いや、でも上がってるんですよ。へ、これ浜松の方ですから。あ、その方は50年ぐらい前に登ったってことですよね。二十歳ですよね。二十歳ですから50年前ですね。今70歳だから、ね、だから装具も聞いてみれば、だから今みたいに登山のトレッキングシューズとか、靴が砂なんか入んないようなあれではないですよ。だから大変だったと思うよ。しかもそこに台風でしょ。うん、そうそう、俺芝居でやった、芝居で不要の人行った時は、はい、わらじかなんかだったかな。わらじみてえな、わらじですか、わらじみてえな長靴あんじゃん、あんだ、はいはい、あんなようなやつだよ。そんなやつはさ、寒いよそりゃな。9合目だよ、みんな。ほら、9合目は難所だな。そうですね、俺はだから9合目で終わったんだから。いや、だからじゃないですよね。いやいやいや、 9合目見てだからにつながるの。もう9合目まで行ったんだから、もう、もうちょっと頑張れたと思いますよ。いや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 、いや、いいんで満足してますいや、一度登ったということで満足しています。俺はだって8合目から9合目に上がっただけだから。あ、そっか、8から9ですか。だって山小屋登ってないですもんね。いたんでしょ。登ったじゃん。いや、いたんですよね。9号目にいた。8から9号目まで上がってったの。8から9ですか。うん、原田は登ってるから、そうそう、綾子さんでも登ってるからね。だから朝から暗い時から。そうですよ。あいつすごい偉そうに言うんだよ。それは上がったことにはなりません、うん、そうそう、富士登山した方にとっては多分それはね、ただの散歩って言われちゃいますよ。お前もそうじゃん。はい、そう、私もその一人、まあ、散歩同士で仲良くやりましょう。いいか。はい、はい、ラジオネームよいこさんからです。はい、富士山いよいよ山開きですね。うん、御殿場もわらじ祭りというのがあるんですよ。なるほど、なるほど。ご存知ですか。
富士山の登山者の皆さん、楽しく無事に良い思い出作ってください、うん、かりんとうお願いします。なるほど。いやただね、本当に不安に、この間も不安に思ったのはね、あの、はい、規制条件があってね、2年後に富士山はあの登録されたけど、はい、いろんなことを整備をし直さなきゃいけないっていうのがあってね、してんのかなっていうのがあってね、整備してねえんじゃねえかと思ってね、それがちょっと心配なんだけど、あそれもあんだよ。だから実際上はそうですね、本当その辺どうなのかなと思ってね、本当心配してんだよ。だからさっきあの聞いたんだけど、はい、あのパイロットの方とかそういう人が増えなきゃいけないとか、いろんな条件があったんだよ。あそうなんですね。その時にだから、あそんなことがあるんだって、あの富士山のあれであの登録される時にあの会場に電話してこの番組やったからね、あそれであんまり浮かれてばっかしもいられないんですよと、はい、そういう条件が入ってますから。あそっか、世界遺産というものを維持するための条件があるんですね。そういう条件をあのやってくれたら、はい、世界遺産にしますっていうやつで、うん、できないとあの取り上げられる可能性もあるっていうのがあって、 あんまり言わないんだよ、言わないんだけど、やっぱりじゃあ、はい、そういう条件があって、どういう条件だったかなかなか難しいんだけど、うん、それがあるんです。だから気をつけないといけないですよ。はい、もう一ついきましょうかね。はい、行きますか。浜松市の M さんです。はい、今年こそは富士登山をと思ってばかりで35年が過ぎ、5合目までは何度か訪れましたが、頂上まではねえ近場なのでいつでも登山できると思っていたんですけど、その気持ちが良くなかったのかな。浜松の方ですね。近場、静岡県だからな、近場は近場だけど、はい、確かに。今度5合目から上がればいいじゃん。そうですね、5合目から、ね、頑張れると思うんで。下から5合目まで上がるの大変だったと思うね。ねえ、だって35歳だからまだまだ行けますよね。全然行けますよ。登山してる方年齢結構上の方もいらっしゃいますから、だから右足と左足順番に出せば上がっていい。そう、至って簡単なことですけど、うん、そうですよ、大丈夫ですよ、ね、準備しっかりしてくださいね。頑張ってください、ください。ではここで1曲、はい、ジグソーでスカイハイ。重永、はい、いくつだ。32歳か、はい、でも心した方がいいな。え40代を過ぎて、はい、ね、その頃からますますお肌をケアしてるはずなのにとなるんだよ。なりますかね。ケアをしてるはずなのにという方ですよ、はい、こちらはもう試してみましたでしょうかね。このあのこの紹介した前にも紹介しました、はい、コラーゲンドリンクですよ。これすごいですよ、やっぱ。ショッピングキャスターの西野さん、お願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。年齢とともに感じるお肌の悩み、いろいろありますけど、メイクで隠すのはもう嫌、なんだかなと感じている女性の皆さん、はい、本日はコラーゲンをごくごくと1万ミリグラムも飲んで取れる森永製菓のあの美味しいコラーゲンドリンクをご紹介します。はい、しかも阿藤さん、はい、今日は愉快痛快では初登場のレモン&グレープフレーツ味でのご紹介なんです。また新たなる手を出しましたね。はい、いつもはピーチ味でしたよね。そうそう。ねえ、それが何ですか今度。
レモン味とグレープフルーツ味がこんなのあったんですか。そうなんです。暑くなってきた今の季節にぴったりのお味なんです。お味 の詳細は後ほどご紹介します。はい、これはねラジオ聞いてる皆さんも注目です。ところで西野さん、1万ミリグラムと先ほどおっしゃいました、これすごい量なんですよね。はい、すんごい量です。はい、数あるコラーゲンドリンクの中でも、たっぷりの配合量なんです。それがごくごくと体の中に取れちゃうんです。っていうことはですよ、はい、あれ周りから茂野は何それちょっと気になったんじゃないの、はい、っていうな、気がついてくれるような、はい、そんな嬉しいことも起こるかもしれない。はい、嬉しいことがいっぱい起きているんです。起きてる、はい、はい、実際にお飲みになっている方のお便りご紹介しますね。はい、お願いします。神奈川県の女性のお便りです。はい、日差しの強い海岸沿いに住むようになってから肌荒れがひどくなってしまって、手のつけようがなくなっていた時に出会ったのがこのコラーゲンドリンクでした。わらをもすがるような気持ちで飲み始めたところ、少しすると鏡を見て、あれなんか違うかもと感じたそうです。うん、体全体が喜んでいる気がして、今日も早く飲まなきゃ、ああ飲みたいという感覚になって、自分でもびっくりしました。開発してくださった方、天才ですというお便りいただきました。おお、すごいすごいすごい、喜んでいる感じが伝わってきますね。そら嬉しいよな、そうなのよな。うん、そして今日ご紹介するレモン&グレープフルーツ味、これは愉快痛快では初めてのご紹介なんですが、さっぱりとしていて、これからの暑い季節にぴったりなんです。西野さん、はい、おかしいじゃないですか、早めに出してくんないと。ごめんなさい、ね、知らなかったですもんね。前は番号私レモンとグレープフルーツ味、はい、飲んでないですから、ちょっといただきますよ。ぜひ、ね、ぜひ飲んでみてください。はい、いただきます。いかがでしょうか。とっても飲みやすいと思います。より一層夏に合う爽やかさが出てきたな。そうですね、爽やかだなこれな。もうレモンといってもね、酸っぱいというわけではなくて、酸っぱくない、ね、グレープフルーツ味も結構しますよね。そうなんです、あ今香りが来た、グレープフルーツ美味しい、ね、すごいですすごいです。よかった、あの食リポ第一人者の阿藤さんに、美味しいこれいいって言っていただけると本当に嬉しいです。本当の話ですよ、これさっぱりしてます。これからいいよね、余計そうですね、暑くなってきたね、喉乾いてあれだとしたら余計、飲んでそれでお肌にいい、そうですよね、はい、ただ西野さん、はい、コラーゲン1万ミリグラムも入って味も良しということになると、これちょっと高くてなかなか試しにくいんじゃないかなということも考えちゃいます。そうですよね、ご心配ですよね、はい、そういうことです。でも、うん、ご安心ください。今自信持ちましたね、はい、今西野さんなんかドヤ顔風に言いましたね。魅力があるんです、はい、コラーゲンドリンクって大体200円とか300円くらいのものが多いんですが、はいはい、森永の美味しいコラーゲンドリンクはおいくらだと思います。うん、まあ200円とか300円でまあだから150円とか、例えば123、何ですかその笑いは。ブー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 ですって、何ですかそれ、いくらなんですか。初回お試しで1本あたり84円。おお、84円なんです。ということはよ、そこらで何か買って飲むよりよっぽどいいよね。そうです、でさっぱりしてて美味しいし、で肌にいいという、で気楽に試す、ね、試せて飲めますね、はい、はい、もうぜひお求めやすい本日お試しいただきたいと思います、はい、美味しいコラーゲンドリンクレモン&グレープフルーツ味、本日はドサッと12本入りがジャスト1000円です。おお、税込み1000円です。おお、税込みですか。そうなんです、えらい、ありがとうございます。しかもですね、嬉しい送料無料です。1本あたり84円です。なるほど。そしてですね、今日はさらにあのセットです。例の先着、そうです、例のあのセットです、はい、先着100名様に森永製菓のおなじみの商品があれこれたくさん入った商品詰め合わせボックスをセットにして、はい、なんとお値段変わらず1000円でお届けいたします。セットですか。だって、はい、だってどっちがどっちなんだって話になっちゃうな。これだってこのお届けボックスはこれだけで1000円しそうな感じだな、今ね手元に
そのボックスがあるんですけど、うんうん、でこれ大きいですよね。いろんなも入ってんだろ。大きいですよ。だから、美味しいコラーゲンドリンクが、はい、あの商品なのか、これが商品なのか分かんなくなっちゃうぐらい。そうですよね。豪華なセットなんです。豪華です。懐かしいですよ、阿藤さん。え？懐かしいもの入ってる。入ってる。ええ。いろいろな。ええ。結構大きいもん。え、こんなに入ってるんですか、西野さん。そうなんです。阿藤さん、番組が終わってから、ぜひ皆さんで召し上がってくださいね。はい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 。はい。今日はラジオ限定の特別セットのご紹介です。はい。こちらは大変人気のセットのため、初めての方、一世帯、一回限りでお願いいたします。はい。では、お問い合わせ、電話番号を申し上げますね。はい、通話料無料の 0120-886-533、0120-886-533 です。はい、お届け返品についてもお電話でお気軽にお問い合わせください。西野さんが一生懸命、はい、あの電話番号をやってる時に重永は一生懸命飲んでました。それだけ美味しいんだろうと思います。そういっぱい取り入れたいし、綺麗になりたいと思って。そう、綺麗になりたいんですよ。すごいです。ずっと32歳必死こいてます。そうなんですよ、はい、いや本当にね、あの、若々しいとね、もう言われたい方も、うん、ね、私も含め多いと思うんですよ。はい。そして商品詰め合わせがセットのこのお得な機会に、1本あたり84円で飲むコラーゲン始めてみませんか、うん、美味しいコラーゲンドリンク、今日はレモン&グレープフルーツ味です。これが12本に商品詰め合わせボックスがセットになって税込み1000円です。 0120-886-533 0120-886-533、森永製菓までお電話お待ちしています。重永絶対いいよな、これな。すぐ電話しなきゃダメだ。そう、もう全部飲んじゃいました。な、西野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではここで1曲お届けしましょう。電波組インク、お疲れ様。さあ、阿藤さん、富士山いただき3時間スペシャル。はい、はい、終わりました。そろそろね、今日のラジオショッピングも結構いいからね、お知らせしておきましょう。はい、ね、おさらいしましょう、はい、ラジオショッピングです。一つ目、 UMI ウェルネス大人の前菜、お申し込みは 0120-453-853。 はい。二つ目、富山常備薬グループ両親 JV 錠、お申し込みは 0120-677-093。 はい。三つ目、DHC 乳酸菌と酵素が取れる欲張り青汁、お申し込みは 0120-333-906。 四つ目、 YSK ナグプラスオールインワンエッセンス、お申し込みは
0120-444-189、はい、そしてこの夏は新しい施設も登場しました。泉とシーパラダイス、お問い合わせは 055-943-2331。 森永製菓の美味しいコラーゲンドリンクレモン&グレープフルーツ味、お申し込みは 0120-886-533 となっています。ぜひ皆さんお試しください。はい、楽しみにしてますから、皆さん発表しましょうか。早速ね、かりんとうです。はい、中野製菓のかりんとう詰め合わせ10人の方にプレゼントです。定年して暇になりました。友達にラジオを聞けと言われました。最近聞き始めました。ラジオデビューです。中野製菓さんのかりんとう食べたいです。外れたら山崎製パンのお店で買ってみます。そんなことないです、双子のババアさんより当たりました。当たりました。おめでとうございます。はい、そしてラジオネームめぐちゃん2人目です。かりんとう希望します。久々の太陽、高校野球の開会式見てきました。暑さに参り途中出てきてかき氷を食べてきましたよということです。今日は久しぶりの晴れ間、朝8時からポケットにラジオを入れて、すごいな、畑の草取りに精を出しております。大好きなカニと当たりました。熱海市の太田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。4人目です。富士市のゆきちゃん当たりましたよ。かりんとう希望、今日富士山はちょっと隠れ去ってますということですね。はい、おめでとうございます。20年ぐらい前に家族4人で富士山登りました。偉い、はい、浜松も朝早く出て5合目まで車で行き、登頂して上でひょうが降ってきました。ひょうが、雷が鳴って下山はビクビクしながら降りました。でもいい思い出です。かりんとう大好きです。当たりました。鎌田さん、浜松の方おめでとうございます。おめでとうございます。そしてこの方、静岡市清水区のたくたおばさんからです。富士山に3回ほど挑戦しましたが、私か主人か同行者か途中で負けてしまい、下山して登頂できませんでしたと。あら、まあ残念だね。ということですか。またぜひね、かりんと当たったから、はい、ね、当たりました。おめでとうございます。はい、かりんと大好き、ついつい一袋食べてしまいますが、今度のは大きいですよ。美味しい中野製菓のかりんと待っています。へのへのもみじさんあ、これあのあれだな、当たってんだよ前からな、はい、食べてるな、食べてくれてる、はい、よくご存知の方です。はい、おめでとうございます。はい、袋井市の赤毛のアンさんも当たりました。はい、ユーストリームで放送を見ています。あ、いいね。阿藤さんの髪型モヒカンですか。あ、そうだよ思い切った頭にソフトモヒカン、はい、夏は涼しそうですね。どんぐり頭表現でだいぶ違いますね。あ、そうそうソフトモヒカンはいい感じですけどね。はい、かりんと当たりました。私の出産記念日にプレゼントをくださいということです。よかったね。おめでとうございます。原田見てるじゃねえか。そうです ね、一生に一度くらいは富士山に登ってみたいとは思いますが、一度登るのにいろいろ用意するものはもったいないかなと、身近にあるもので登ってしまうのがスニーカーで登ってしまうという発想だと思います。はい、他の人に迷惑をかけてしまう前に準備は必要ですよね。お天気よりという方です。三原市の方です。湯沢さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして10人目、最後です。焼津市のジュリマールさんです。うんうん、当たりました。今年の夏、熊野古道への旅行を計画しているため、必要なリュックや靴などを買い揃えました。せっかく揃えたので富士山にも登ってみようかなと考えています。いいじゃんね。山頂は初詣